おはようございます。今日は2017年9月の4日6時1分です。おはようございます。おお、ルシさん、おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。おはよう、りんごさん。おはよう。おう、うなちゃんマンゴーいらっしゃい。お疲れ。おはよう。おはよう。花火ありがとう、ルイスさん。おはよう。ありがとう、ルイスさん。ありがとうございます。この放送を支えてくれてありがとう。ドドーンと。ありがとう。バティスタさん、おはよう。おこめさん、おはよう。まいちゃん、おはよう。おはよう。風船ありがとう、まいちゃん。よく寝たわ。疲れてたみたい。4時ぐらいに寝て、10時に起きたから6時間寝たでしょ？で、10時からまた寝たから、10時から8時間でしょ？14時間寝たのか。結構寝たわ。なんか疲れてたみたい。14時間睡眠だよ。おお、ソジョリーノ初見だったっけ？あ、そっか、俺がよく見るからだ。俺がよく見るから初見のイメージなかったわ。どうもどうも、たまに見てますよ。初見さん、いらっしゃい。もしよかったらフォローしていってください。ソジョリーノ初見か。なんか絡んだことあった記憶でいたわ。勝手に悪い癖だよね。配信者勝手に眺めてるから絡んだことある風な感じになっちゃうもんね。おお、タカさん、おはよう。おはようございます。絡みあったと思ってたわ。たまに見てましたよ。顔は存じ上げてます。あんまりそんながっつり見てるってわけじゃなくて、なんかザッピングして、ジョジョリーヌちゃんよく見てたね。ああ、いい、とんでもないです。コメントは書いてないけどね。書いたっけな、覚えてない。なんか伸びそうだなと
生の白雪長いの、ソソリーナちゃん。ふわっちからツイキャスから、おはよう。英会話、英会話枠からやろうか迷ったんだけどね、普通の雑談枠からやろうかなと思って。寝起きだからさ、エンジンかかってないし。ふわっちが初めてで半年なんだ。あ、結構やってるんだね。あ、そうなんだ。あー、ナイスキャラだよね。半年前からなんだ。あれだよね、ふわっちって有名どころ男ばっかりだよね。なんでなんだろう、女性リスナーさんの方が多いのかな。なんか男性よりも女性の方が、あ、男性の方がウケてる気がする、ふわっちは。多分リスナーさんに女性が多いんだろうね。偉いね、なんか浅井さんの空き缶拾い手伝ってるっぽいよね。なんか今日配信外で浅井さんの空き缶拾うの手伝うから忙しいって言ってた。偉いよな、義理がたいというかね。え、偉いよね、あれ結構大変なんだよ本当に。俺一回夏場に一回だけ手伝ったことあるんだけど、汗だくになるよ、超大変。ただ空き缶をね、あの袋入れ替えるだけでなんでそんな時間かかんのと思うかもしれないけど、40袋ぐらいあるんだよ。でその袋ひっくり返してさ、その空き缶の量全部だから。おお、チョチョリーヌありがとう。パッと咲いてシュッてしてありがとう花火ありがとう、初見なのにありがとうね、すいません。なんかチョチョリーヌさん花火ありがとう。もともとリスナーだったのかな、リスナーから生主になったタイプかな。ありがとう、あー、ありがとう、また来てね。初見さんに花火もらうとなんか申し訳ないよね。プロランカーとのスパーリングですが、煽りまくったら肘で頭顔面切ると言われました。ワドスです。っていうかさ、辰彦さ、全然俺のリスナーじゃなくなっちゃったじゃん、もう変わっちゃったの。辰彦もうなんかパッと自分の枠の宣伝したらさ、もう見なくなっちゃったんだもん、すぐ他の枠行って。変わっちゃったな辰彦も、もう配信者だねすっかりもうすっかり配信者だよ。どうなの、人集まりそうなの。いますよ、ずっと。うるせえよ、俺見てんだから。パッてコメント書いたらパッと他の枠行っちゃうんだから。で他の枠でコメント書いてるの知ってんだからな俺。
全然見てないし、全然コメント書いてくんなくなっちゃったよ。もうすっかり配信者ですよ。いますよじゃないよ。辰彦は変わっちゃったんだよ。俺の知ってる辰彦はもういないんだ。人は集まりません。え、今何クモン流とかでやんの？メンツどうなってんの？クモン流、辰彦、プロランカー2人。場所はいつものところでやんの？場所は。やっぱりプロ集めたらダメですね。いや、そりゃそうでしょう。だってプロ、現役のプロとさ、ぶん殴り合うって怖いぜ。普通の人からしたら。勝てるわけねえんだもん。だから配信者なんてもう目立ちたがり屋だからさ、なんつうの、自分がカッコつけたいわけじゃん。誰しもが。負ける試合はやらないんだよ。俺は結構負ける試合ガンガンやるタイプなんだけど。あ、場所いつもの場所なんだ。なんか場所変えるって言ってたから、なんか新しい場所でやるのかなとか思ってたけど。配信者は誰出んの？クモン流とか出んの？それこそね、クモン流プロ目指してるわけだから行けばいいのにね。おはよう、タロットさん。はい、徐々に回転数。うん、そうだね。寝起き。まあ大体スロースターターだからね。コメントがガーってくるようになったらエンジンかかってくるタイプだから。ちょっと人集まるまで待つよ。配信者が誰も決まってない。あー、厳しいね。それこそドルさんとかに頼まないの？ドルさんにオファー出したの？一人でもやりきります。おお。ブッキングは難しいよね。ブッキングで苦労したよ。プロの画面をぶっ飛ばしてきます。怪我しないようにね、うん、配信だっていうことを忘れずに。それこそ便所太郎さんとかに声かけるべきだと思うけど、来てください。誰か大物決まったら若手いっぱい来るでしょ。荒野とか行くんじゃないの。募集枠かけないと来ないよ。もしくは裏でブッキングするかしないと。おはようございます。初見さんいらっしゃい。もしよかったらフォローしててね。リスナーが何を見たいのかはね、察する能力って難しいよね。リスナーが何を求めてるのかを。多分生主で一番必要な能力って俺そこだと思うんだよね。前回の参加者声かけたら現役ランカー来ることしたらみんなあまり返事ではなかったです。あー、まあそうだよね。辰彦からすると相当頑張って力入れたい企画なんだろうけど、
そう、そこむずいよな。わかる。気持ちわかるよ。なんでっていう感じだよね。逆に。すげえブッキングうまくいったのに。知り合いだったの？そのランカーさんたちは。やっぱり数字取れないと動かないかんね、配信者は。難しいとこだよな。だってさ、大怪我するわけじゃん。で、怪我したら食っていけないわけじゃん、配信者って。あと、やっぱ恥かきたくないっていうのもでかいと思うよ。じゃあ自分が所属してたチームの人が来るってことなの？大阪から。さ、本ちゃんの人とやってもさ、強くなりたいわけじゃないじゃん、配信者は。だからそこに多分ギャップが生まれちゃったんだろうね。すごいよな、プロのランカーの人と知り合いっていうのは人脈だよな。荒野舐めすぎやろ、人。おはよう、おはよう。いや、荒野の枠見てないから分かんないよ、何の話か。また炎上したの？なんかあったの？とりあえず試行錯誤。そうだよね。感覚磨いていくしかないもんね。キャリアが、配信者としてキャリアがあるわけじゃないから。ボクシングの世界王者も知り合い。マジで？すげえな。いろんな配信者とガチで喧嘩してるやん、あいつ。あいつずるいのがさ、俺がさ、その大物配信者にさ、ちょろっと文句言っただけでもさ、やっぱりキャラ的に良くないけどさ、荒野の場合ってさ、なんつうの？許されキャラじゃん。羨ましいよね。どんだけ言ってもなんか荒野だからって言って許される部分あるじゃん。俺が荒野と同じこと言ったら多分俺一発で干されるもんね。羨ましいよ、あいつのキャラ。まあ、荒野だからな、みたいなところあるじゃん、正直。いいなぁと思って。あるよね、荒野だからっていうところ。だからなんか自分のキャラクターうまく使いこなしてるよね。あんな俺がやったら、ねえ、普通に炎上するっつうか、普通にボコボコにされっかんね。羨ましいよな、荒野のキャラ。嘘？なんで？リスワン取らせようって感じじゃないの、それは。リップサービスじゃないの。俺だったら荒野殺してる。そんなにひどかったんだ。ちょっと俺は状況わかんないからあれだけど。まあ頑張ってる方なんじゃないの。なんか小島グランプリとコラボやったりとか、いろんな人とフットワークコラボやってるから、偉いなとは思うけど。へいっ！
YouTube に載ってる。見ないよ、時間ないよ、そんな暇じゃないんだもん。見ないよ。うらる？あいつは人の企画にちょっかい出しすぎなんだよな。でも出れてる、出演できてるってことは可愛がられなんだと思うよ、結局は。人の企画に本当に嫌われたら呼ばれないから。荒野は荒野なりに頑張ってるってゆうゆうが上から目線で言ってた。ゆうゆうは言っていいと思うよ。あのゆうゆうが作った実績はどんなもんなのか俺は分かるもん。ゆうゆうは配信者だからね。現役引退したとはいえ、あの一応第一線で活躍してたわけだから、万人コンビ作るの相当難しいからね。まあニコ生の場合男と女の差があるけど、みんな迷惑してる、それで勝手に言ってる。あ、まあなんで俺が詰められてんだって話だけど俺何もしてねえわ。ワードを勘違いしてるが誰もこうやるんだよ。だから勘違い、なんで俺を詰めるのよ、セフィ。俺関係ないから、知らないっつってるだけなんだから。勘違いも何もないよ、俺の印象を語ってるだけだもん。いや、セフィがこうやのこと嫌いなのは分かったよ。なんで俺を詰めようとすんの。俺は思ったこと言うよ。同調圧力とか嫌いなんだって俺。こうやね。荒野はでもなんかちょっと過大評価されてる気はするけどな。なんかその実力がないとは思わないの。だけどちょっと過大評価されすぎじゃないっていうか、それは感じるよね。和道だけは配信者として認めないし、頭も下げたくない。和道さんだけはって言ってて、鮫島が笑ってた。あ、ちょっと面白いな。その切り返しはちょっと面白いな。それは面白いね。おはよう大地さん。でもね、俺ちょっと荒野は評価されすぎっていうか、なんか後で痛い目見そうな気がするんだよな。なんかそんなに面白いのかどうか、俺未だに荒野で笑ったことないもんね。そっからなぜか鮫島と荒野で和道ディス話で落ち着いた。はぁ、こうやって一回だけ見ても産みません。こうやって一回だけ見ても産みません。
荒野って面白いの？はい、黒さんいらっしゃい。ワード2。髪赤くしたからもうだいぶ経つよ。ワードは知らないところで暴力沙汰にならないように働いていたのが逆にすごい。何の話よ、それ。何？暴力沙汰にならないように知らないところで動いてた。何の話？何それ。誰の話？何の話？勝手に評価されてもわかんねえぞ、俺。何の話？フォローありがとう。荒野にサメが殴りかかりそうだったけど、和道ディスで意気投合した。あ、そういうことね。裏で関わってねえわ。裏で陰口言われただけじゃねえかよ、俺。ただ単に。バドルフランチャイズオーナーになる加盟金は100万でよろしいですか？何言ってるか全然わからねえわ。ごめん。何言ってるか全然わかんねえわ。何の話？変わった？結構前じゃないの、黒さん見てなかったの。ちょっとだって髪の色赤くしてもう数ヶ月経ってるし、だいぶ見てなかったんだろうね、多分。配信会のヒールになってしもうた。なんだろうね、ここ最近のフワッチやりづらいよ、本当にやりづらい。サメちゃんは配信に命かけてて経歴も長いから、ポットでのやつに生意気言われたら怒るのもわかるわ。だからその前提となる話聞いてないからわかんねえっつっても。
荒野をデビューさせたのが間違い。でもね、なんかその入れ込めば入れ込むほど俺好きになる法則ってあると思うから、なんだろう、嫌い嫌いって言ってる人を好きになるところってない？配信ってそれがすげえ嫌だ。あれ嫌いって言ってなかったみたいな。あるよね、嫌いっていう人ほどドハマりするから、結局取り込まれるっていうかさ、2ヶ月後には好きになってるような気がするんだよ。長く見て何回も見ちゃうと好きになっちゃうんだよ。おはよう、あーまるさん、バーガーありがとう。あるよね。この増えたアンチを和道も取り込めば最強ということだな。だからいつも言ってるけど、アンチは金になんないんだっつの。閲覧は増えるよ、アンチは金にはなんないですよ。だからその流れが嫌で俺ニコ生やめた部分あるわけじゃん。花火が上がんないことはやりたくないもん。逆にね、それでね、閲覧増えてアンチが増えて花火バンバン上がるんだったらね、全然ウェルカムだよ。職業嫌われ者でも全然いいよ。アンチからファンになったら太くなったりしない？しないね、うん、結局囲いとかそのアンチ属性の人って自分の人生に不満があるから他人に不満を抱いたり他人を神格化してついてくわとかいうタイプの人なのよ。だから仕事できないタイプの人なのね、簡単に言うと。自分のオリジナリティとかマイウェイみたいなものを持ってる人じゃないダメなんだよ、資本主義社会って。だからそういう手のタイプの人にいくら好かれても意味ないんだよね。だから力のある人に好かれないとダメだなと思ってるよ。ついてきますとか誰々は嫌いとか言ってるのはもう話になんない。うなちゃんマンのマゼさんがアンチから囲いになった。そうそう、もともとあのアンチだよね。アンチっつうかまあファンチみたいなもんだろうけど、あんまり好きじゃなかったらしいよね。
不思議だよね。あんだけ深いつながりになったわけだもんね。何があるか分かんないよ。はい、ちょマゼさんって言ったら超有名支援者だもんね、今じゃね。一番有名じゃない？プロリスだよね。DSS さんいらっしゃい。おはよう。もともとほっぺた丸いよ俺。サンマ食いてえな。サンマがうまくなる季節だな。嘘、秋のサンマ美味しくない？旬じゃん。え、ダメなの？なんで？秋のサンマっつったら旬でしょ。初めて聞いたんだけど。
一番美味しいじゃん。秋は脂が乗ったサンマ旬でうまいけど、秋の脂が乗った友達が、へえ、それはなんか冷蔵法が間違ってたとかじゃないの？なんかダメな店で食ったとか、脂が乗ってる分なんか腐りやすいのかもしれないよね。なすびさん、おはようございます。お疲れ様です。すげえ疲れたよ昨日。なすびさん14時間寝たもん。あんまりにも疲れすぎて。なすびさん花火ありがとう。ダメージが半端じゃなかった。ありがとうございます。何したの？ 見てないものを知らん。カズおはよう。ラムネありがとう。今日休みカズ。あ、まだ朝6時か。これから仕事か。過去は振り返らない男なんだぜ。俺は過去を振り返らないぜ。TS だから奴隷見る。奴隷だから TS 見る。英会話練習進んでもやります？そろそろ。もうちょっと雑談する？働きたくない。え、絶対働いてた方がいいよ。絶対働いてた方がいいよ。その働いてない期間ある？数絶対働いてた方がいいから。あのね、本当に生活保護とかニートやったことあるやつならわかるけど、持って3ヶ月だよ。なんなら最初の楽しいの3日ぐらいだから、ね、本当に辛いだけだよ。ニートとかやらない方がいいよ。その能力があったりとか、その生きる場所があるんならないでしょ。生活保護とか、宗教の話全然いいよ。振ってくれたら、振ってくれたら話すよ。
宗教の話振ってくれたら話すよ。なんで楽しいじゃん。和道さん羨まだよ。あ、だからそれは俺の人生が羨ましく見えるのはそう見せてるからだよ。あの、なんつうの、裏側を見てないからなんだよ。例えばさ、みんなは自由な時にブラウザバックしてるし自由にやっててるけど、その俺が毎日どんなプレッシャーでやってるとか、1日何時間、例えば月平均だと俺200時間やってるんだよ。放送220時間ぐらいで休みがないわけよ。で、面白くなかったら一瞬で次の日干されるんだよっていうプレッシャーの中毎日やってるんだよ。それ言わないよ、あえて。そんなこと言っても何にもなんないから。だからその自由にやるのには責任があるんですよ。まあ確かにそのうまくいったら気楽ですよ。正直昔に比べたら気楽だよ。俺は稼げるし、時間もね自由にあるし、外行くときは外配信すりゃいいんだもん。だからもう生きてるだけで金が生まれる状態になってるわけじゃん。だけどそこにたどるまで俺無給で3年間無給なんだよ。その1日200時間っていうの、それができるかどうかなのよ。羨ましいって簡単に言うけど、うん。逃げ道って何？例えば違うんだよ、それは他人の庭がその綺麗に見えるだけなんだよ。そのなんつうんだろう、違うと思うよ。俺逃げ道なんかないよ。もう配信しか残ってないと思ってるもん。だってここまで有名になっちゃったら雇われないよ、さすがに。だってマイケル・ジャクソンうちのコンビニに面接に来たってなったら断るでしょ。マイケルちょっと無理ですってなるでしょ。それと同じなんだよ。ここまでのスーパースターになっちゃうと、いや和道さんうちの店なんてとてもとてもってなっちゃうから、もう吉野家とかももうお帰りくださいって、もう時給800円じゃ雇えません。わかる？逃げ道ないんですよ、スーパースターには。スターはスターで食っていくしかないの。矢沢永吉をすき家で働いてる絵浮かぶ？並盛りですね。ならないでしょ。梅雨だくでならないでしょ。そういうもんなのよ。ホームレスしたことがあれば何でもできそうな気がする。ああまあそれはそうだろうね。うん、死にやしないっていうのは分かったよ、確認できた。日本で餓死することはまずない。その餓死を意識して生きてないかんね、普通の人は。日本で餓死することはないですよ。あれ、鮫島さんのブロック解除されてる。あれあれ、鮫島さんからブロック解除されてる。やった。マイケル・ジャクソンがコンビニで働いてたら面白い。ふうだよね、もうビリー・ジーンだよね、棚卸しが前かがみにふわーってなってこう棚を入れてくる。ふわーって愛されてるから。あ、うん、俺は人間は愛は持てないと思うけどね、うん、それこそさっき宗教の話してよって言ったから言うけど、人間は愛を持てない生き物なんですよ。痩せた？さっき太ったって言われたけど、わかんない、痩せたかな。とりあえず14時間寝たから痩せたかもしんない。
だから俺お台場とか歩いてる犬とか見ると嫉妬するんだよ。この辺歩いてる犬とか見ると嫉妬するの。なんか生まれながらにしよう俺こいつに負けてるっていうコンプレックスが湧き上がるのよ。お台場とか歩いてると、これ本当なんだよ。お台場とかでなんか無償の愛を受けてる裕福なガキを見ると殺意湧くんだよね。歪んでんのかな。なんか子供の頃愛されてなかったっていうのがやっぱりもう根本にあるから、嫉妬するよね。なんかずるいわこいつと思って、こいつの人生イージーモードなんだろうなと思うよね。もうだって俺小学2年生ぐらいの時にはもう腹くくってたもんね、一人で生きてくって。すごくない？そんなのないでしょ、小学2年生の時とかないでしょ。俺もう家なき子みたいだったもん、一人で生きてくって。頼れるものなどないっつって、それくらいの覚悟はあったよね。だから人が信じられなくなってしまったんだろうね、こんな大人になってしまったんだろうね。え、俺ブロック解除してるよ、ほら相変わらず月末全ブロック解除だから。愛情の認識は知識から賢くなれば愛情を認識できないよ、ワド、おはよう。ああ、賢くなければ愛情、違う、賢くなければ愛情を認識できないじゃなくて、その、愛なんてないんだよ。例えばね、女の子がプレゼントをしよう、俺に。スーパースターワドに。で、例えば俺がいらねえよ、こんなもんって言ったら、なんでってなるでしょ。これってもう愛情じゃないの。俺からするともうこの時点で偽の愛なの、偽のグッドなの。俺に投げ捨てられてありがとうって言わない限りその行為は善じゃないのよ、わかる？俺にどんな扱いをされてもこの人のためにって尽くし続けることが俺にとって愛だから。歪んでるだろう、今日も歪んでるよ。俺にとってそういうもんだと思うよ、本当に愛を語るなら。そう、俺にぶん殴られたりとかもうひどい扱いされても愛してるって言わない限り俺にとって愛じゃないよね、それは。だからそれこそ浅井さんみたいな人が愛を持ってる人なんだよ、光を持ってる人なんだよ俺からすると。あ、この人本物だなって思うの。そう、無償の愛。俺はそういう風に考えるね、うん、俺はそういう風に考えるね。そういうもんでしょ。そうそうそう、見返りがあってやってるわけじゃん、それを。見返りがなくてやってるんだったら、見返りがなくてやんないって意味がないんだよ。愛情の認識や知識からっていうのはどっから来るんだろう。愛情は無償であっても他人からの一方的な行為は愛情でなくて、愛情は無償であってでしょ？だから俺が言ってることと一緒だ。
他人からの一方的な行為は愛情ではなく承認欲求でしょ。そうだから無償じゃないとダメなんだよ。でも多くの人は見返りを求めてやってるでしょ。まあそんな愛でもないんだよ、何でもないんだよ、認めてもらいたいだけなんだよ。でもね、人間はやっぱりモテないと思うよ、その無償の愛みたいなものは。無償の愛に近づくことはできると思うけど、ペはどつ、ペはやっぱそのサムネがいいよ。いいサムネだよ。私はワドちゃんに放送してほしいので時々アイテム投げます。ありがとうございます。ありがとう。嬉しいです。おい、ボンマスさん、ワド2。例えばだからそのなんだろう、等価交換でトントンだと思ってるから、例えばその何かお金を払って何かを買うっていうのはそこで俺はフラットな関係だと思ってるの。だけど日本社会が良くなくなったなって思うのが、過剰なサービスをするようになったでしょ。本来は八百屋さんが野菜を売って野菜を買う人とトントンな関係なわけよ。お金を払った時点でトントンなはずなのに客の方が偉いみたいになってるのが俺あんま好きじゃない。なんかその上場企業とかがさ、その愛想を振りまけとかさ、お客様は神様ですって嘘の情報を流してさ、あ、見るものがない。あ、欲求がある限り無償で愛すのは難しいです。宗教で知識は悪とされてる。お、まあ頭がいいやつは都合が悪いわな、宗教からすると。IQ が高いやつとか、その考えられるやつっていうのは怖いんだよ多分。それはそう思うよ。だって論破されちゃうし、狂気が崩れちゃうからね。僕は和道に迷惑をかけてる、僕は和道に迷惑をかけてる風に感じている。ブルースカイが俺に迷惑かけてると感じちゃうんだ。迷惑をかけてる、迷惑だとは思わないけどな。俺は一回もブルースカイが俺に迷惑かけてると思ったことは一回もないかな。ブルースカイの全コメント覚えてないけど、印象としては迷惑かけられた記憶がない、おはようコピさん、俺がその嫌だなとかくだらないなと思うのは、他人の人生にちょっかいを出すバカがいるのどこにでもいるので、そういうやつって大体うだつの上がらないやつなのよ。あの、それがいいことだと思い込んでるバカがいるの世の中には。そう、そういうのは嫌いだね。あの、本当にその誰かの人生に口を出す資格がある人は親ぐらいだと思ってる。で、その親の条件っていうのは飯を食わせてるかどうかだよね。育ててるかどうか、ただそれだけ。愛情を持ってるとかどうでもいい。あの、飯を食わせるっていうその責務を果たしてるやつだけ、そいつの人生にちょっかいを出せる。それが俺の論理だね。でも言っていいだけの資格であって、それを守るかどうかは本人次第。それを受け入れるかどうかは。それが本当の対等な関係だと思ってるね。本当の対等な関係。で、人のことを否定する言葉ってあんまり好きじゃなくて、本当に好きじゃなくて、人のことを否定するぐらいだったら代替案を出さないとダメだと思ってんの。
もしくはそれ以上の結果を出して初めて言う権利があると思ってて、で権利のない人がとやかく言うっていうのは俺はダセーと思ってるから、俺はだから人の人生にちょっかいは出さないよね。質問はするけど、どう思ってるのって、どう感じてるのって。だって俺その人の責任、人生に責任取れないもんね、うん、こうした方がいいよって、もし俺の言う通りに生きちゃって、でね、そいつが人生失敗したら俺のせいだからね、そんなことできないよねとは思うけど、企業マネジメントの意味があってしっくりくる。だってさ、そのじゃあ何か一個プロジェクトをやりましょう、一人でやった方が早い、能力の高い人は一人でやった方が早い、能力の低い人はチーム組まないダメだってなったとするんだ。ってことは一人が平均100の力を持って5人でチームするときは500でしょ。だけどこれを510とか550とかにしないといけないわけよ。つまり足引っ張った瞬間、誰かのパーセンテージを90にした瞬間、そいつはいらないやつなんだよ。でしょ。だけど平均90のやつがいて110のやつがいたとしたら、こいつの足を90まで引っ張ろうとするバカがいるの。それが90のやつなんだよ。そうじゃなくて、お前は90のままでいいから95とか100になる努力をしなきゃいけないの。でしょ。そしたら全体の数字っていうのは相乗効果でシナジーとかでどんどん上がっていくわけだから、だからこいつといたら居心地よくなる、こいつがいたら社会が良くなる、こいつといたら生産性が上がるっていうやつと一緒にいるべきだって考えるのよ。でもしそいつの考えが間違ってるっていうふうに考えるのであれば、そのチーム全体の足を引っ張ってると、でそれを指摘して直そうとするんじゃなくて、ここをこうやったらこううまくいくよって言ったら、本人はもちろん能力上げたいわけだから、あ、そのアイデアいいねってなるはずなんだよ。だけどおかしいなって思うのが、90のやつが110のやつに対して言うっていうのがそもそも間違ってんのよ。でしょ。だって能力高いんだもん、そいつよりも。でしょ。だからこうやったら君120になるかもしれないよっていうことを言う権利しかないのよ。やらせるその責任みたいなもんないわけだ、権利もないわけ、越権行為になるわけよ、それ自体が。だからネット社会だとそれがすごい多いかなっていう風に。家族にどれくらい会ってない、だからその複雑なところなんだけど、親父とは2年に1回ぐらい会ってて、もうなんかメールとかバンバン来てて、生きてんのかとか、だから親父はすごい心配してくれてんだけど、だけど俺は親父を家族にカウントに入れていいのかっていう問題を抱えてるの、未だに。例えばおふくろ、おばあちゃん、母方のばあちゃん、母方の親戚、弟、妹、要は普通に言われてる家族、要は幼少の頃から一緒に生活してたやつらとはもう縁を切ってるわけよ。でどれくらい会ってないかっていうと、弟妹とはもう5年会ってないの、5、6年会ってない。で母ちゃんは8年ぐらい会ってない。でばあちゃんは4年ぐらい会ってない。でもう今後会う気はないのよ、こっちの母方の家庭は。もう一切関わる気ないの。だからじいちゃん死んでも葬式も後から聞いたの、2年後に聞いたの、父ちゃん経由に。じいちゃん死んだぞって、あ、そうなんだっつって。で、妹が結婚して子供生まれたぞ、あ、そうなんだ。本当にそんな感じ、他人から聞く感じ。母親なんか再婚したらしいの、へーって、そうなんだ。普通だったらえってなるじゃん。ないの、誰ととか聞きたくないの、お祝いしなきゃとかもないの、あ、そうなんだ。俺からしたらそれくらいで、親父は俺好きなのね、尊敬してんの。ただ小学2年生の時に離婚してるから、2年3年に1回会うっていう生活が普通なのよ、俺にとって。でそれって家族なのっていう。だからなんか家族はいないっていう言っちゃった方が分かりやすいっていうか、説明としてはそのすっきりするんだよね、普通ややこしいっていうか。そうそう、指令ではない。で指令ではなくて、発言であったとしても他人のパフォーマンスを下げるようなことは言うべきではないっていうのが俺の考え方ってことね。もうまあ複雑だよね、うん、だから普通の家族間で言ったら家族ではないと思う、うん、寂しい人生かどうか分かんないけど、それが俺の人生よ、うん、寂しいかどうかっていうのはアキラさんの考え方でしょ、うん、感想でしょ、俺にとってはこれが普通の人生なのよ、俺にとっては。
そうせざるを得なかった人生なわけだ。例えば親が離婚するとか、俺が選ぶことはできなかったから片親なのはしょうがないでしょ、うん、で虐待されてたのは俺のせいじゃないんだよ、うん、虐待されたことなかったらさ、分かんないかもしれないけど、毎日ぶん殴られるんだよ、うん、好きになれるわけないよね、うん、で寂しい人生とか言われても知らねえよって、俺にとってそれが普通だったんだよっていう、俺はそうじゃないと生きていけなかったんだから、別にどう思ってもらおうと構わないけど、俺にとってはそれが日常だよ。だからそのなんつうの、普通は普通はっていうやつが嫌いなのよ。俺にとっての普通とこの人にとっての普通が違いすぎるっていう風に思うから、ガキの頃から。だからそれって君が思い込んでる普通でしょって、君にとっての平均値の話だよねって、うん、いや俺の言う虐待は虐待だと思うよ。その叱られて頭ぶん殴られるとかそういうレベルじゃないから、うん、3日間真冬で雪降ってるのに外にずっと出されて飯も与えられないとか、馬乗りになって毎晩ボコボコにされるとか、そういう人生ですよ。はい、とこさんおはよう。それは違うでしょ。殴ってくるの母親しかいなかったもんだって、もったいない、うん、母親だよ。もう成人してるし、今は自分の人生確立してるから、私も同じような経験してますから気持ちがよくわかる。そう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 、だから関わらないで成立してるのよ。そう、関わりませんあなた方とは、と死のうが生きようが何しようが私には一切関係ありませんと、どうぞ勝手にご自由にしてください、ただ僕の人生には干渉しないでください、これが俺の考え方、どうぞもう勝手にやってますから、どうぞ勝手にやってくださいと、ただ俺の名すら呼ぶなよっていう、うん、俺はそういう感覚、うん、それはわかるでしょ。それでお台場の歩いてる犬とか見ると、この犬に負けてるっていうコンプレックスが出てくるの、わかるでしょよ。本気で憎くなるの、なんかもうざわ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 するの心から。子供とかがお台場のショッピングモールとかでパフェとか食って、お母さん何々買ってほしいって言って買ってもらってる絵とか、幸せそうな絵を見ると殺意が湧いてくるの、どんどん。このガキと俺の人生は何が違うんだろうって、俺はなんでこうなっちゃったんだろう、なんでこいつはこんなに幸せなんだろうって、もうすごい憎くなるの。そのガキ個人が憎いんじゃないの、もう本当に、うん、あ、そうだったんだ、大変だったねなすびさん、だから俺の中ではその子供は悪くないの分かってるんだけど、親も頑張ってるからその子にいい思いをさせてあげてるの分かるんだよ。そんなのは100も分かってるんだけど、なんでその俺は可愛がられなかったんだろうっていうか、なんでこの子は可愛がられて俺は可愛がられたんだろうっていう、そのなんつうの、行き場のない怒りがふつふつと湧いてくるんだよね。どうしようもないことは分かってるよ、理性で。そんなこと言っても子供じゃないんだからって。でもね、その情動的な記憶っていうのかな、子供の頃の幼少に染み付いた記憶だから、そう、本能みたいなもんなんだよ。もうね、なんかね、わな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 してくんの。それはもう未だにそうだね。幸せそうな子供とか犬とかな。別に大人はいいのよ、自分で掴んでいくもんだから、うん、だからその社会システムとかだよ。子供とか社会じゃないの、本人とかじゃないの、この社会構造何なんだみたいな、怒りがふつふつ。社会構造もそうだし、そのなんで俺はこうな、だから前世とかが嫌なのよ、生まれ変わりとかそういうの嫌なの、信じたくないの、うん、はい、和田つ
社会主義で負けた子供の子孫だから劣等感に苦しめられる。いや社会主義で全然苦しんでないよ。親父もう30代で年収1000万超えてたから、めちゃめちゃおやつマロングラッセとか食べてたよ。毎日外食だったよ俺。金には困ってないし、社会主義で言ったら勝ち組の方にいたよ。お袋もなんか2億ぐらい持ってたよ、働いてなくても。そこまでの経験したことない。親にも迷惑かけたし、子供にも寂しい気持ち感じさせた。何の生産性もないのか俺。だから別にその食い物とか生活とかないの。愛情が欠落してる家庭だったんだよ。だからもう歪むよねそれはね。だから金持ちも虐待あるのかと思って、だから金持っても幸せになれないっていうの根本的な、俺よく言うじゃん、金持っても鬱になるやつもいれば幸せじゃないやつ全然いるよって。その事例を見てきたし、普通にそんな家庭嫌だ。おお、まあ嫌かどうかっていうか体験だからね。別に金ない家庭じゃなかったよ。ただなんかもう病人の家庭だったとは思うけど、ただそのいろんな人生があるわけよ。その幸せそうな家庭を壊そうとかはないよ。そのねえ、その両親大好きなんだっていうのを見て別に殺意とかが湧くわけじゃないの。そこを誤解しないで。素晴らしい人だなとか、お父さんの介護をやるって言ったら大賛成なのよ。別に親を皆殺しにしろとか、親なんてどうとかいう偏った考え方じゃないのね。そこは誤解しないでね。別にそのなんつうの、あこの人いい人だなとか、子供を大切にしてるって微笑ましいっていうのは感じるから、ちゃんと。ただそれがその旅先とか買い物中の幸せそうなガキを見ると殺意が湧いてくるっていうのは本当のことなのよ。犬に殺意を湧くわけじゃないって。アキラお前バカだな。俺の話全く理解できてないね。聞いてないね人の話。昭和にありがちの家庭、金には困ってないんだけど家族。ああそうかもしれないね。だからバブルの歪みっていうかさ、でも親父は愛があったよ俺に、親父からは愛情は感じるよ、まあだからこんな性格になっちゃったんだろうね。俺は高齢離婚で母親に捨てられた父親の面倒を見てるよ。あー偉いね、トビー。偉いっていうかそれが普通なのかもね。その世間一般で言うとこの普通。もう抜け殻。すげえな。抜け殻。あでも多分なんだけど、その親父から弟任されたら俺は面倒見たいと思うけどね。もし親父から弟の面倒見てくれって遺言で言われたら見たい、一緒に生活するかもしれないね。なんかあった時には、それはあるかもしれない。そう腹違いの弟、そういうのはある。モンスターペアレント、あ親の面倒か、母親は別にもう死のうが何しようが別にまあ好きにやればって感じだよ、金持ちの親父さん大切にしましょう。いや金じゃないんだよね、人格者なんだよね。すげえかっこいいんだよ。おう組みたまたつ、すげえかっこいいんだよね親父。マジで多分その会社の上司とかでも尊敬できたろうなっていう、普通にかっこいい人なんだよね。なんか間違ったことをやってるのを見たことがない。発言に説得力があるっていうか、すげえかっこいい人で、否定されたこと一回もないもんな。
すごくない？32年間生きてきて否定されたことが一回もないんだよ。ただ一つ言い続けられたのは半端にはやるなっていう親父のその浮気だね。で母親が発狂だね。あ、だからびっくりしたよね。夜中、夜8時にはもう床につく家だったのよ。で夜中のね12時ぐらいに叩き起こされて俺と妹が。で両親がソファーに座ってて母親号泣してんのよ。なんかもうおえつ状態のうわーみたいに泣いてて、何これと思って正座してる。何歳の時だったかな、小学1年生とか2年生の時なんだけど、妹と俺、妹記憶ないんだよもうその話しても。妹だから幼稚園生とかなんだけど正座させられて、母親から写真渡されんの。そしたら綺麗な女の人が写ってんのよ、若い。でどう思うって言われたから、泣きながら母親にね、いや綺麗な人だねって言ったら、うわーってまた母親が泣いて、何これと思って返して写真を。で浮気をされたとかなんとか言ってんだよ、叫びながら夜中に。何のことかなんだか分かんないじゃん、もう分かんないのよ、ポカーンなのよ俺と妹は。で母親が泣きながら、私とお父さんどっちについてくのって1時間ぐらい説教、説教図がもうなんか八つ当たりされた後に、どっちついてくのっつって、俺即答でお父さんって言って、うわー。でその日からお父さんはもういないよ。そう修羅場でしょ本当に、修羅場だよね。あのもう一生忘れないだろうねあの修羅場を。すごい体験だよね。もうそっからもう殴られる日々だよね。いや100円100均だよこのグラス。ただその当たりの口が薄いんだよ、イタリア製の薄口グラス。この薄ければ薄いほどいいグラスって言われてんだけど、もうなんか100均にしては珍しいなと思う。口当たり良くなるんだよね、100均100均ダイソーだよ。俺はねあのなんだっけロングのグラスが好きなんだけど、カクテルグラスが飲みやすい。ただ洗うのがめんどくさいんだよね家だと。100均100均、浮気をした男性にも問題ある、浮気をさせる女に問題がある、有無を子供に確認する曖昧さがある。よくわかんないけどね。初見さんいらっしゃい、スミンさん、もしよかったらフォローしていってください。浮気はダメ。いや俺結婚制度の方がおかしいと思ってるよ。なんか一生に一人の女しか愛さないなんてめちゃくちゃな制度だと思ってるから。男女平等って本当に男女平等を歌うんだったら、なんだろう、もう男性と女性の賃金を一緒にしちゃってもめちゃくちゃにした方がいいよ。フランスみたいになると思う。
そこまで男女平等を徹底するんならね。浮気するならバレちゃダメ。ぶち込んだ？コッペをぶち込んだってどういうこと？うん、浮気は黙っててってさ、だってさ、そのもうなんつうの、日本なんかさ、時間差で浮気してるようなもんじゃん。次の彼氏、次の彼氏、次の彼氏ってさ、もともとその日本人って性にさ寛容な国なんだよ、もともとが。その何、フリーセックス国家なわけだから。だから日本人に合ってないよ、西洋文化は。別に好きな人と一緒にいるのが普通だと思うの。嫌いになったら一緒にいないんだよ。一生その人のことを好きでいますっていう担保をするっていうのはおかしいでしょ。そうじゃなくて、毎日毎日この人を愛そうって思うのが俺は普通のカップルの関係であると思うから。だから愛情よりもリスペクトの方が大事だと思うけど。まあでも子供減るだろうね。そのツイッターで炎上してるんだけど、その女の人の賃金が低くて男の賃金が高い国家ほど結婚する確率が上がるのね。これは社会システムというか生物の論理からするとそれが正しいやり方だと思うんだけど、フェミニストはそれを容認しないわけよ。わかる？男女平等って別の生き物なのに、社会システムをどんどん壊れるわけだ。今壊れてるわけじゃん。女性の賃金の方が安いよ、現状。統計を取ると。それはでもしょうがないことなんだよ。妊娠して現場から数年離れるわけじゃん、子育て。で、復帰した時にキャリアが継続できるかって言ったらできないよね、やっぱり。だから年収が下がっちゃうのよ、絶対的に。フラットに評価したとしても。コッペの放送に行って突したいって言ったの。ああ、それダメだったんだ。受ければいいのにね、言いたいことがあるなら。僕のところで言いたいこと言いますか、スピンさん。代弁つうか、ここでもし突かけたら聞きますよ、僕。コッペがいかに悪いことを言ったのかとか、コッペに言いたいことがあったことをここで解消してもいいですよ。リスナーさんからの突待ってるんで。おはよう、醤油さん。おはようございます。だから平等になって幸せになるとは俺は思ってない。幸せになる方に政策を回した方がいいと思う。なんか平等になったら幸せになるって勘違いしてる人いるからね、うん、でもそこは払うべきだよね、産休休暇。でもなんだろう、その女性じゃないといけない職業もあると思ってるから、俺は。女性じゃないとうまくいかない職業もあると思ってる。昨日友達の石野さんでしたっけ、こんばんはってコメントしただけでブロックされたんですと。けど何なんですかね、石野はそういう男ですよあの彼のタイトル見ると、花火を投げない人間とは関わる気はないってずっと言ってるんですよ。だから挨拶するときはやっぱ花火投げないとダメなんですよ、醤油さん、うん、
だからそう帝王って呼ばれてるから彼は彼帝王があだ名なのね一種の帝王だからやっぱり貢ぎ物を持っていかないで挨拶するっていうのは帝王に対して失礼だ、うん、ありがとうございますピンさんあれはちょっとひどい発言だったからね俺も頭にきたし、うん、はいタンタンいらっしゃいもしよかったら、アイテムご支援よろしくお願いします全然わからなかった言ってるでしょよくよく考えたらさ石野の発言の中に本当にあれ冗談で言ってる人だと思ってる人多いんだよ俺と関わりたければ花火を投げたから発言しろって言ってるの本当だからねだからまあブロックされますよもう花火投げてもブロックするぐらいだから突っ張りですよ突っ張りうんだからまあね彼の放送のルールを守らなかったんですよ彼の放送のルールをそれはだから醤油さんが悪いですよ醤油さんが悪いってなりますよ石のリスナーからするとね帝王に向かって貢ぎ物もせずおはようだとっつってバカ2つありがとうクミタありがとうあそこはすごいからねなんて言ったってね2兆ドル稼ぐ男だからね月ね月2兆ドル稼ぐからねすげえなはいおはようニャコハートありがとうおはよう石野は普通の会話してもブロックだからね普通って何なのかってことだよライオンの前にフラフラ出てっちゃダメ。ああ、いい表現だね。そう。ライオンだから。生物界の頂点にいる存在だから、おはようっつっても噛まれちゃうからね。ガブッつってね。殺されちゃうもんね。いい表現だね、ミコロクさんね。ライオンの前にはフラフラ出たらダメって。エルノシアおはよう。いい表現。好きだわ。ここはね、アイテム投げなくても、噛みついてこなかったら、ブロックはされないんで。大丈夫ですよ。安心してコメント打ってね、醤油さん。アイテムの欲、俺でも石野は悪いと思わないよ。だってずっと、ルールに書いてあるわけじゃん。花火を投げないんだったら関わってくんなって。俺は関係ねえって言ってるわけじゃん。で、そう言ってるのに彼に関わろうとするやつは頭悪いやつだと思ってて。50万ぐらい誰か振り込んでくれねえかって石野氏が怒り気味で言ってたあねえおはようでブロックとか突っ張ってるよね、うん、俺はしないよ俺はだからいつも言ってるけどまず見てくれるのが支援なの見てもらうことで俺はウェルカムね俺ハッピーポイント1でコメントを書いてくれるハッピーポイント2要は見てくれるよりコメント書いてくれた方がさらにいいで最後にフォローがあるフォローしてくれる人は超いい人でこれよりもいいっていう最高の上位概念がアイテムのこれになるとリスナーからスポンサーに変わるの俺からするとお客様接待をしないといけない相手に変わるのよだからこの4人っていうのは大事にする見てくれる人コメント書いてくれる人フォローしてくれる人でその最上位概念がアイテムくれる人これ俺の大事な人たち OK ここまでただフォローもしませんフォローしませんアイテムも投げませんこの上の2つだよねさらに言ったら見るのは見るんだけどコメントで放送の邪魔をする人これゴミだっつってんの泥棒って呼んでんのこれをこれは泥棒俺なんでブロック解除されたらありがとうと言ったらまたブロック。いや、それはだから山さんが悪いよ。お米さんも悪いですよ。あ、トツいいですよ。全然かけてきてください。トツどうぞ。うん。キム・ジョーン友達になれそうな。いや、わかんないけど。うん、俺、泥棒でしょ、だって、うん。俺は泥棒って呼んでるの、これを。いつも言ってるけどここの放送は俺のファンのための放送だからファンと俺の交流だから泥棒はいらないよって泥棒はどっか行けってだから石野と違うのは
別に金を出さなくても応援はできるけど、できればスポンサーになってくださいって言ってんの、そしたら俺が生活できるし、ありがとう、ありがとう、バーガー20個ありがとう。しょぼくないですよ全然。むしろアイテムを払ってる人はスポンサーだから多少横柄にしていいですよって言ってんのに、アイテムを投げる人ほどあのごめんね少なくてみたいな人格者ばっかりなんだよ。何なんだろうね、アイテムを投げる人は横柄になっていいんだよ、少しちょっと上から目線でいいんだよ、だって俺からしたら立場上だから。アイテムを投げる人だけ上から目線でいい、あとはフラットにやってこうって。で上からアイテムを投げないで上から目線のやつは泥棒だよ、薬飲んでないよ、あお茶飲んでるね、かゆい、まあだから石野の放送なんだから石野のルールでいいんじゃない、理路整然としてるでしょ。だからなんかたまに初見さんが誤解すんのよ、なんかアイテム投げなかったらゴミっていう泥棒って本当ですかって言ってないよって、俺は見てくれるだけで応援だと思ってるよって。ああフォロー大歓迎ですよ、フォローはだからフォローしてくれるっていうのは俺からすると嬉しいことなのよ、俺からするとありがとうって感謝をすることだから、だからみんなが決めることなの、フォロー大歓迎ですよ、ぜひぜひ。おはよう、あーなすびさんどうもどうも、上から目線でお納めください、ありがたく頂戴します、ありがとうございます、花火ありがとうございます。ピーマンいらっしゃい、フォローありがとう、あ御社があるんだ、知らんかった、釈放されるんだ。でもまあそれは別になんか変な子偏ったこと言ってなくて普通のことだと思うよ、俺の価値観は。なんかたまにねアンチコメント書いたり足引っ張ったりするやつが、俺らのおかげで放送成り立ってんだろうみたいなこと言うやついるけど、別にいなくていいんだけどっていう思わない、成り立ってるけどって。で閲覧少ねえなとかさ、いやお前の人生に何関係あるんだよって思うもんね。配信スタイルだいぶ変わったよね、本人からすると変わってないって思ってるんだけど、客観的に見ると変わったよね、そのやっぱりキャリアを積んでいく中で法則性みたいなものがね分かってくるから、だいぶ変わったって言われるよ、丸くなったって言われるね昔に比べると。友達に花火投げないだけでブロックされました。ブロックされ、多分ね、花火投げないだけじゃなくて、うざがらみしちゃうんだと思うよ。配信者って別に友達いらないから、あの、リスナーと配信者っていう関係を踏み越えてくるバカがいるの、たまに。なんか、おい、ワード元気？いや、元気ですけど。おい、お前昔こうだったよな。俺昔から見てんだよ。よろしくね。はい。でなんすか、でってなるの昔から見てるから何なのってなるじゃん。なんでこいつ上から目線なんだろうって。元気でいいじゃん、そういうのはあるよ、だからフォローしてもらったらありがたい、コメント書いてくれたらありがたいんだけど、立場は上じゃないからねっていう、そのお互いフラットな関係でしょって。上から目線で来るやつが嫌いなの。上から目線は花火投げろって感じだの、俺からすると。どうぞ上から、もうおいハゲたな、花火一発ハゲましたねーっつって、もうほんとハゲてますねーって、もう気持ちよく対応するよ俺。おいハゲーっつって、おー目寄ってるじゃねえかよって花火投げられたら、もうちょっと今日ひどいっすねーっつって、もう寄ってますねーっつって、もう本当に俺はそういう男だよ、俺はそういう男だよ。金もらえるんだからもう丁寧に対応する。例えばさ、牛丼食べてて、まあいいや牛丼じゃなくてなんか食ってるな、今日ちょっと味濃くねってアンチコメント言われても、金払ってるな、ラーメン代、あすいませんって気をつけますって言うでしょ、金もらってたら。ただおいラーメン一丁っつって、はいラーメンっつって出して、ズルズルって食って、ああなんか今日味濃いなーっつって、客層も悪いな、汚ねえな、なんか掃除してんのかよっつって、あすいませんって言って
あ、じゃあお会計お願いしますって言ったら、金なんか払わねえよって言ったら、泥棒でしょ警察呼ぶでしょでしょ、金払わないでさ、文句散々言ってさ、泥棒じゃん。だから、泥棒でしょ思わない？泥棒でしょ、だから泥棒って呼んでんのよ。普通に泥棒だと思うんだけどな。うん、気に入らないなら帰れって言われます近所のラーメン、それ正解だよね、うん、あ、みんな和道って呼んでるよ。で怒ってないよ。だから逆にさんってつけなくていいよって呼んでる、言ってる俺は。ただ関係性を間違えないでねとは言ってるよ。そのなんつうの、別に偉そうにされる覚えはねえからみたいな。はい、バカありがとうポポさん、麦さんバカありがとう、おはよう、うん、和道でいいのよ、全然いいの。ただ俺からするとみんなの年齢も知らなければ職業も知らなければ、そのどんな人なのかわからないわけじゃん。それこそ人殺しかもしれないんだよ。もう260人の中に人殺しがいるかもしれないんだよ。だからどんな人かわからないからフラットにやろうねっていう、みんなの方はわかるけど俺の方わかんないからさっていう、そこだけ勘弁してよっていう、うん、そういうのはあるよね。いきなりなんですけど、アメスピって他のタバコより長いんですか？うん、短いっていうか長さは一緒。長さは一緒なんだけど、JT が発売してるタバコっていうのは増粘剤って言って、簡単に言うとガソリンみたいなのが入ってんのよ。タバコの葉っぱの3分の1が、その他の葉っぱを燃えやすくするため。要は、吸って吸う量が少ないのに、ガーって燃えるように、ブースタースイッチみたいなのが入ってんの。だけど、これタバコの葉っぱだけ、要は無農薬ナチュラルなタバコの葉っぱだけ入ってるから、葉巻みたいに火がつかないので、思いっきり吸わないと普通のタバコぐらい吸えないので、 1.5 倍から2倍持つのよ。吸ってみると分かる、 1.5 倍から2倍持つの。だから値段がちょっと480円高いんだけど、タバコ本来の味がするし、無農薬だから農場も汚染しないし、実はコスパがいいって言われてんだよね。倍吸えるから。1.5 倍ぐらい吸えるから。あ、ターコーズに変えた？で、これね、3ヶ月ぐらいすると JT のタバコまずく感じるよ。本当に。で、みんながタバコだと思ってるの、タバコの葉っぱだと思ってるでしょ。あ、丸ボロとか。あれ違うの？バルブって言って、タバコの葉っぱを一回全部ニコチンを抜くのよ。そうすると葉っぱの塊が出るでしょ。それを紙みたいに、葉っぱの形状に近いままクラッシュして砕いて、でバルブって言って紙にすんの。でその後に抽出した液体のニコチンを入れていくの。要はそうすると味が均一になるじゃん。でバルブっていう人工のタバコを作って、その中の3分の1っていうのがさっき言った増粘剤なの。だから味が均一なの。っていう人工タバコに近いんだよ、うん、いや和道でいいよ、うん、何失礼はどうさん、全然全然美味しいよ、うん、うん、そのタバコのこと結構勉強したのよ。そしたらその俺丸ボロ吸ってタバコやめろって言われてた。でなんで俺がタバコ吸ってんの、俺の金で吸って文句言われなきゃいけねえんだって突っ張ってたのよ。突っ張ってたの、知らねえよと。俺が稼いだ金で俺が何かあってもいいだろうっつってたんだけど、一人だけ論破したリスナーさんがいて、和道さって、タバコやめろっていうの確かにお前の言う通りだわと。ただタバコがいかに地球の土壌を汚染してるか考えてくれって言われて、それ面白いから聞かせてって言ったの、ニコ生時代に。そしたら URL 貼ってくれて、1時間2時間の動画だったんだよ。でそうサイトとかいろいろ教えてくれて、 DM とかで、で勉強したら、世の中の農薬が土壌を汚染するのは分かるでしょ。で、世界中で使われてる農薬の3分の1だか2分の1だか、とんでもない量がタバコなんだよ、実は。だから地球の、その農業ができる地球がどんどん面積が狭くなっちゃうの。で、アメスピンしようと思って、負けたわ、っつって。じゃあ、タバコ吸うならアメスピンするわ、っつって。
芸能人にも人気なんだ。へえ。高いからね、ちょっとね。本当に長持ちだったでしょ。で、ちょっと重たすぎるっていうか、その初めてアメスピ吸う人からすると苦いんだよね、舌触りが。重すぎるっていうか、それは本来のタバコの味だから。うん、数量減るよね。俺増えちゃってんだけど今。初めはゴールデンバットかな。初めはゴールデンバット。ゴールデンバットからアメスピに変えて、アメスピか、アメスピじゃない、マルボロメンソールだ。マルボロメンソールずーっと吸ってた。アメスピは重たいのよ。重すぎるぐらいの。アメスピのね、手巻きも考えたんだけど、俺が手巻きやってたらなんかマリファナ吸ってるみたいになるでしょ。絶対なんか通報されるでしょ。あー、麦さん、行ってらっしゃい。頑張ってね。麦さん行ってらっしゃい。俺がさ、だって配信中にさ、こうやって巻き始めてさ、こうトン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 ってやって、こうやってやって、こうやってやってプカーとかやり始めたらさ、もうやばいっしょ。便所太郎に相談だってなるでしょ。炎上するっつうの。やらないよ、そんなアンチに餌巻くようなこと。いや、ハマりそうだよね。うまいって言うよね。安くなるし、うまくなるっていう。でもやんないかな。めんどくさい。今日何しようかね。まだ考えてなくて。この後 Google やろうかなと思って。英語の勉強やってるの、毎日。送りました。ああ、いつでもかけてきていいですよ。いつでもかけてきていいですよ、スピンさん。僕は家で雑談やってるときは、あの、誰からの凸も受けるっていうルールでやってるんで、ぜひぜひ。もし LINE ね、つながりたい人いたら、あの、下に LINE の URL 書いたんで、 LINE で申請をしてください。僕によろしくお願いします。 LINE だけのタイムラインっていうのがあるんだけど、 LINE で告知とかオフ会のお知らせとかも打ってるんで、もしファンレターとか送りたい人いたら、ぜひ LINE つながってください。英語で YouTube やりたいなと思って、片言の英語で喋る YouTuber、 日本人でいたら外人のリスナーゲットできそうだなと思って、それでね、勉強してるね。はい、もしもーし、もしもーし、もしもーし、ん、もしもーし、ん、いや、トツ待ってますよ。はい、全然 OK ですよ。もし LINE でつな、もしもーし、もしもーし、あ、もしもし、リスナーです。あ、どうも、スピンです。スピンさん、よろしくお願いします。ワドです。あ、よろしくお願いします。さっきあれだよね、あの、コッピに怒ってた人だっけ、スピンさん。そうなんです、うん、怒ってたというか、ちょっと本当にどうなのっていうところだけ聞きたかっただけなんですけれども、うん、和道さんに あれだけ怒られて、またなんかちょっと古い話をね、うん、蒸し返してしまうようで申し訳ないんですけれども、全然大歓迎ですよ、ね、古い話全然いいですよ。で、や、ちょっと僕、右手がダメなんですよね。はい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 。身体障害を抱えてらっしゃるってことですか？そうですね、はい。なるほどなるほど。切ない一歩手前まで行ったんですけども。ああ、大変でしたね。
もともとじゃあ右手がその先天的に障害を抱えてるわけじゃなくて、なんか事故かなんかでその切断寸前まで行っちゃったんですか、右手が。そうですね、車に突っ込まれてというか、大変でしたはね。い。ほう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 。ならまあ、なりたくてなったわけじゃないんそりゃですが、そうそでしれょ。から生活が一変してしまいまして、そうですよね。うん、大変ですよね、まあ今まで。そうですね。収入とかも随分変わってしまって、働けないですもんね、普通に。しばらくは、まあちょっと偏見の目で見られて、まあ人間不信になったりとかっていうのはあったりとかなりますよしね。たんですが、それで、コッペの障害者は全員死ねっていう発言に対して、まあ、どういうことなんだと。ていただきたいこととか、ちょっと、まあ、変な話、政治家さんにも聞いてほしかったっていうかね、そういうこともあったりとか、まあ、あれはもう本当後ろから刺されてもおかしくない発言ですよ。本当に。あれは、っていうか、多分訴えられたら捕まりますよ、あいつ。あ、そうですか。いや、そう思いません？だって、障害者全員殺すって発言したんですよ。だから、相模原の植松容疑者を思い出したっていう問い合わせとかも僕の方にありましたよ。だから公文竜くんにぜひぜひ っていう、そういう ね、気持ちはあるんですけれど公文も。竜もブチ切れてましたもん。僕のところに配信外で電話来て、電話とかメール来て、コッペの本名と住所教えてくれって乗り込むからって言ってましたね。言ってましたね。なんか動画見てそういうお話があったらしい、そうですね。まあ、あの発言は容認されないですよね。で、やっぱちょっと僕、右手がダメなもんで、左手でいつも買い物とかをしているわけですけれども、転んだりとかするときに、全部自重が手ついちゃったりとかするのが、両手じゃないから、ちょっと手の甲をやっちゃったんですよね。左だから手タのイですピンか？グがちょっと遅くて、左手の手の方をやっちゃったんですか？今使える方をちょっとやってしまったんで、なるほど、なるほで、ど。僕じゃあ、コッペに今聞いてみますよ、僕。なんでスピンさんの凸受けないのって。かけようとしたけど逃げられたんですよね。でも、スピンさん、つうか、スピンさんって、じゃないや。コッペさんに、なんか、言ってもダメだな、これって、僕思って。まあ、ダメだと思いますよ。何言っても聞かないと思いますよ。反省全くしてなかったんで。ちょっと、でも、まあ、喧嘩腰ではなく、喧嘩トスではないんで、ちょっとお話だけ聞きたいんですけどっていう言い方をしたんですが、なんて言われてダメだって言われたんですか？死活されたんですか？なんだよ、てめえは話わかんねえんだからいいだろっていう感じで言われましたね。ちょっとじゃあ今、コッペに電話かけてみますね、僕。今放送やっあ、てするんで、コッペ。ありがとうございます。いえ、とんでもないです。ぜひぜひ、今後と本当にも。言うこと言っていただいて、本当にすっきりしました。ありがとうございました。失礼しまいえいえいえ、す。今後ともよろしくお願いします。はい、失礼します。失礼します。じゃあ、コッピン電話してみようか。
はい、ナミニャン、お、サムネ変えた。コッペ逃げてんのかな。はい、コッペ、何でしょう。お疲れ、おはよう。おはようございます。なんか今リスナーさんから電話かかってきたんだ、俺のところに。あ、そうなんですか。はい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 。で、コッペがこの前障害者は全員死ねって発言の放送やったじゃん。はい。で、それに対して言いたいことがね、お話したいことがあるんですって言ったのに、なんで出なかったの。だってなんかそのなんかこタイピングすごい、その人遅いんですよ。その人はなんでタイピング遅いか知ってる？それ手の甲をなんか怪我したからね。手の甲を怪我したんだけど、もともと交通事故で右手が取れるまで障害を負っちゃって、で右手が効かない人なのよ。で左手、その転んじゃってスーパーで買い物してる時に左手の甲を打撲して、はい、それタイピングができないのよ、はい、その人。あ、それはちょっと知りませんでした。すみません。それはあのその人に謝ります。それはすみませんでした。え、なんで？ただね、うんうん、あの僕があのあんまコラボとか画質も悪いし音声もね、あの良くないからやりたくないから、うん、スカイプかあの LINE かどっちかになるけどいいかなっていう返答もめちゃくちゃ遅くて。まあ遅いだろうね。で、あの、うん、障害持ってるから。LINE かスカイプかどっちかにして、どっちがいいって聞いても、その返答を全くせずに全く関係ない話するんですよ。で、うん、もう日本語もなんか全然通じないなって僕判断したんで、そんな人とね、話しても、会話にならないと思ったんで、僕はもうあなたいいですって言いました。俺今電話で話したのよ、その人と。はい。普通に会話できる人だったよ。あ、そうだったんですか。いや、ただなんか僕の言った条件、要はあの、スカイプか LINE かどっちかにしてくださいって言っても、答えようともしないぐらい、もうあのその時は話がかのうまく噛み合ってなかったんで、話ができない人なのかなと思ったんですよ。だからその時に、え、なんで俺の時は話ができてお前の時は話ができないんだとお前は思うの。いや、それはいや、わかんないです。そんな言われてもわかんないです。だって俺普通にさ、普通に LINE できたし今、はい、で普通に会話できたし、なんでお前の時はそうなっちゃうの、はい、おかしいでしょ。いや、だから僕の時はなんかもうその、まあ、返答が遅いのはね、あのだからまあちょっと片腕がなくて、であのもう片腕は、うん、あの怪我してるから、うん、それタイピングできない、タイピングが遅いっていう。で、それはまあ大丈夫だったんですけど、 でそれをお前は聞きもしないで、はい、なんでタイピング遅いのかを普通に聞けばいいのに、聞きもしないのにタイピング遅くてこのキチガイやろうっつったんでしょ。いや、あ、ごめんなさい、あの一応あのタイピング遅いなっつって、あのそうやってあの突あの俺も待ってんだから早くかけて、あのかけて俺にねかけたい時は早くかけてほしいし、うん、もうさっさと、うん、まあ、あのタイピングしてくれって言ったら、あの手の甲を怪我してるんですよっつって、まあ、だからあの片方のあのそのだからね、うん、あの手がないことは僕その時分かんなかったんで、あ、手はあるんだけど、ね、言い訳にしてるんだと思ったんですよ。だからもう怪我してない方で打てるじゃないですか。うん、その時あのその人はね、あの言わなかったんで、もう片腕の怪我してない方、あの方は手ないんですよみたいなこと言わなかったんで、うん、それはさ、それはなんかもう言い訳にしてんのかなと思って。配信者としてね、うん、お前がリスナーさんに思いやりがなかっただけなんじゃないの。だからちょっと想像したらね、障害を抱えてる人がいっぱいいるっていうのは、放送見てる人にね、はい、いっぱいいるっていうのは分かるはずなのに、はい、そういう思いやりがないから障害者は全員死ねとか、そういう八つ当たりをするようなさ、優しくできないんじゃないの。お前の根本的な問題なんじゃないの。いやでもだってもう早くしてほしいですもん。だってそのなんか通話いいですかっつって、なんかいい、どうぞっつってんのに、なんかもうはっきりしないとリスナーさんも待ってるわけですよ、うん、あ、これ通話すんのかな、どんな話するんだろうなみたいな、うんうんうん、もうなんかあの別にいいですよ。だからその手が今怪我してるから、そのまあちょっとタイピング遅いのはまあ100歩譲ってね、まあいいとして、うんうん、あのもうなんか返答も質疑応答もできない人でしたし。いや、できたよ。いいですよ。だからそういうのはもう、そこそういう人までなんか気遣いするの俺違うかなと思って。え、だってさ、だって俺が自分が撒いた種なわけなんじゃないの、はい、自分が だからね、うん、だってお前さ、はい、そうですよ。だから自分が撒いた種なんで、僕全然いいですよ。だからそのスカイプでね、あのなんかどういうつもりだったのかとか、そのコメントで書かれるのも全然いいですけど、うん、やるんだったらやるで早くなんかやってほしいんですよ。僕だって待ってるんですよ。だから早くできない人が世の中にいるんじゃん。物理的に無理なんだよ。
だからといってなんか質疑応答できないのは別じゃないですか。ちゃんと僕と話したいんだったら、まあタイピングが遅くとも、条件、スカイプか LINE かね、どっちかにするって、条件出したらすぐ答えるじゃないですか。だこっからちにしてくすだぐさいっつって。答それえはでらきれなかっなたい、んですよ、あの人。すぐ答えられない状況にあるんだよ。俺も思ったよ、ちょっと遅いな、変動って。でもずっと待ってたらかかってきたよ、10分ぐらい待ってたら。まあ僕の時は10分以上長かったですよ。もう30分とか待っても来なかったんで、もうなんかいいよ、みたいな感じ。あ、じゃあいいですよ。まあわかりました。そういうね、片腕がなくて、で、もう片腕はちょっと怪我してるっていうその状況、まあ片腕がなかったの僕知らなかったんで、まあその人にね、ちょっと言ってください。僕全然凸ね、いいですよってこと。まあさっきはね、あ、もう今？君みたいな話が通じない人とは、話したくないですとは言いましたけど、まあ、和じゃ田さんがね、あさ、あの人とは話がちゃんと通じたっていうことを僕分かったんじで、ゃあグループラまあ、インかけて。作って3人で話す？その、ああ、せっかくまあ、だでから、もも、う俺それもで関わも、ってるから。まあ、それでも、まあ、だからいいですけど、そっち側のリスナーさんは迷惑じゃないの？大丈夫なの？迷惑だった大ら、丈夫か？まあ、でも大丈夫なんじゃないですか？ねえ、そっち側のリスナーさんが、いや、コッペの話聞きたいってなってたら、俺は身を引くけど、そっちのリスナーさんさえ OK だったら、3人あ、でオッ話そケーうよ。ですか？オッケーで OK？ すか、皆さん。いや、なんかまだね、コメント打ってる人は3人しかいないんで、まあわかんないですけど、まあやりたいように、あ、オッケーですね。わかりました。ミサトさん、すいません、なんか。あ、あ、オッすいケーまらしせいん。です。ミサトさんという方、あそりの、があ、とうたございぶん。ます。じゃあ、一回切るから、グループライン作るから、ちょっと待ってて。招待するから。はーい。まあわかりました。はい。グループライン作るかな。じゃあ3人で今から話します。グループ名。コッペ。グループ名コッペでいいか。コッペに。あ、じゃあスピンさん、スピンさん招待しますね。メンバーを管理。追加。スピンさんなんだっけ？スピンさんの固定版が、ライン名なんだっけ？スピンさん、これか。これと、招待したんで承認してください、スピンさん。で、コッペと。はい、招待しました、お二方。お二方招待しました。どうでしょう。承認よろしくお願いします。いやー、ちょっとひどいよな。自分勝手だよね、ちょっとね。毎回だけど。まあでも、障害者は全員ぶっ殺すとか死ねとか言ってるわけじゃん。ちょっとひどいよね。ちょっとね、スピンさん、LINE の確認お願いします。ちょっと待ってようか。LINE がね、確認できたらかけますんで。もし自分が障害者になって同じこと言われたらどう思うんだろうね。それも聞いてみたいよね。聞いてみようか。それも聞いてみようか。せっかくだから。
え、来ない？何時まで？今日起きたばっかりだから今日は稼げるまでやりますよ。ぜひぜひ皆さんアイテムお願いします。2時間経ったんでアイテムよろしくお願いします。稼がないといけないんで、ぜひぜひご支援よろしくお願いします。今からコッペと3人で話します。あ、繋がった。行きます。行きますよ皆さん、アイテムよろしくお願いします。普通は出ないな。今ね、バーガープレゼントありがとう。今通話中です。コッペと障害を抱えてるスピンさんっていうリスナーさん、もしもし。あ、スピンさんですか？はい。あ、つながりましたね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、すいません。今ありがとうございます。あ、あのいいちょっとあのお手数かけてというか、あのお時間かけてすいません。あ、全然いいですよ、全然いいですよ。はい、今コッペがもう出ないですね。コッペが来たらあの話できますんで、ちょっと誰かさ、リスナーさん、コッペにさ電話出ろって言ってくんない？もうかけてるぞってワード。コッペだけ出てないんで。ちょっと待ちましょうね、スピンさん。バトルさん。はい。僕、ワドルさんにちょっと似てるって言われるんですよね。あ、顔がですか？はい、すいません、あの。トイレ行ってました。すいません。あ、はいはい。リスナーさんのスピンさんです。はい、どうも。スピンです、どうも。あ、どうもです。スピンさん、もう言いたいこと言っちゃってください。なんでさ、ああいうふうに、あの自分はあの言葉で発せる言葉できるのに、なんであの、はい、なんですか？待てないの？いや、でも待てないよって、待てないんですか？だからあなただってスカイプか LINE かどっちがいいかって聞いても、なんか関係ないことばっか言うじゃないですか。その時点でもう話が通じない人なのかと思って。その関係ないことは、なんでそうなの、なんでそうなの、これはこうなのっていうことをずっとあなたが言ってたんですよ。いや、別にあなたに対しての話じゃなかったですよ、僕。あの他のリスナーさんと。いや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 、だから、これがこうだ、こうだ、だって言ってたわけじゃないですか。では、それは本当に見ていただければ分かります。ただ、僕が一発 LINE だって言えばよかったんかもしれませんが、それはもう間違いないです、ね。僕は初めて、何ですか？突させていただいた放送主さんなんで、その辺もちょっとご理解いただきたいなとか。もう初めて、それは遠慮とか、関係ないから。もうそういう言い訳ばっかするから、もう話したくないっつったんですよ。だからもうなんか言い訳ばっか、もうなんか手の甲がうんぬんかんぬんとか言ってさ、まあ、それは100個譲っていいとしてもさ、別に初めてだからっつってさ、答えられるでしょ、質疑応答。初めて放送見る人って会話ならないんですか？違いますよね。違いませんよ。リスナーとの会話の分かれあの仕方すらも分かんないんですか？初めてなんか。いや、それは分かりますよ。だから、こう、
丁寧にお話ししようかな、分かっていただいた上でお話ししようかなと思っていたんですけれども、まあ、それはダメなんですか？別にね、僕が。こいつ、あれなんなんだなって。では僕言ったじゃないですか。右手が使えないんだから左手で打ってるっていうのは、やっぱり遅くなるんですよ。それ先言ってください。あなた、はい、それは、だからね、あなたなんか、それ送ってますよ。それはやってますよ。だから、あなたがね、なんか最初に言ったのは、今手の甲怪我してるから、コメント打てないんですよって言ったでしょ、タイピング遅いなって俺が言った時に。いや、コメントが遅いんですよ。それはちょっとご了承くださいっていうか、それはちょっと許してくださいね。だから、その時に、あなたがさ、怪我してない方の手は、今もうないんで、なんでそうやって強く言うんですか？あなた言わなかったでしょ？なんでそうやって強く言うんですか？別に強く言う必要もないですよね。いやいやいや、必要ないからって別に。僕普段から声荒げてますけど、別に喧嘩しない時でもそういうキャラで。まあまあまあ、そう、はい、いや、キャラじゃなくても、いや、はい、わかります。個性まで言われたらっていうのはわかりますけど、はい、これはあくまでも和道さんが気を使ってこうやってやっていただいてることなので、はい、普通にお話し、俺から質問してもいい？コッペしませんか？まあいいですよ、和道さんどうぞ。はい、コッペさ、この前さ、はい、タイトルに障害者は全員死ねっていうタイトルだったよね。間違いないよね。はいはい。その放送のタイムシフトどこやったの？あ、僕基本的にタイムシフト俺消してない、残してないですよ。な、嘘だ。タイムシフトお前の放送残さないの？あんまり。いや、企画の時ぐらいしか僕残さないですね。あ、普通に雑談配信なんてアホみたいにやってるから、なんか別のね、企画とかの時しか僕残さないです。あ、じゃあ残さないスタイルなんだ。オッケーオッケー。はい。そうっす。はい。うん。まあだから別にね、炎上したからっつって残したわけではない、残さなかったわけじゃないですよ。なるほどなるほど。あ、スピンさん、すいません、癖があるわっていうか、すいません、コペさんの枠でちょっとこうやり取りがあったんで、僕ちょっと感情的になってしまいました。アさん、すいません、申し訳ありません。はい、じゃあクールに、まあまあ、トツができなかった経緯の話っていうのは、まあスピンさん、コッペも分かったし、まあリスナーさんも全員分かった状態だと思うんで、でこの場が設けられたんで、もともと本題で言いたかったことっていうのをコッペに伝えていただくことってできますか、スピンさん。最初にトツで言いたかったこと、はい、あ、じゃあどうぞ。はい、あ、まあもう僕だからあんまり言わないんでね、そういうなんか質疑応答ができないだの、なんか片手がうんぬんだのことはもうこれ以上言わないんで、どうぞ。はい、炎上芸って言ってたじゃないですか。ああ、はいはい、炎上芸です、間違いないですね。でもそんなことしなくてもコペさんならもうちょっと違う炎上でできると思うんですよ。違う炎上もできたでしょうね。ただその時にまあチョイスしたのがその配信だったっていう、うん、すごい放送、僕その時いたんで聞いたんですけど、はいはい、むちゃくちゃ腹も立ってたし、なんか、はい、イライラしてたということですよね。まあ、そうですね、イライラしました。放送を見てスピンさんどういうふうに感じましたか？なんかその辺もなんかぜひ言って聞きたいですね。何を感じてどう思ったのかっていうのが正直なところ聞きたいですね。すいません、はい、僕ですよ、ね、そうです、スピンさんです。はい、はい、すいません、はい、僕に関しては、はい、ゆっくりでいいですよ。いい
あ、すいません。はい。はい。例えば先ほどその、右手がその不自由になられてしまった原因とかお話しいただいたじゃないですか。で、はい。本音の部分が聞きたくて、多分本音を言ってあげないとダメだと思うんですよ、コッペは。で、僕この前説教したんですけど、コッペは周りに障害を抱えてる人とか会ったことがないって言ってたんで、痛みが分かってないんですよ、こいつ。バカだから。だから先ほどスピンさんが交通事故で運転されてる時、後ろから追突されて、こう右手が切断寸前あ、までになっ追て、突っていうか、引かれたっていう感引じかでれすたよんですね。ね、車で。うん、すいません。ほうはい。ほうほうほう。うん、はい。とりあえず、交通事故という、はい。で、右腕が取れかけてしまったんですか？半分側全部、ばっかーって、こう開いてしまって、でも医者からは、もう正直身内呼んでくれって、で、身内全員集まった状態だったんですよ。ええ。だったんで、それからまあ、もしもし。もしもし。コッペ聞こえる？ああ、はい、聞こえます。あれ、リキさん、どうした？あ、リキさんじゃないや、いスや、ピンさん。あわかんないです。れ、スピンさん抜けちゃった？わかんないです。あれ、どうしたんだろう。まあまあ、さっき俺が、一回ちょっと、切りな、あの、なんですかね、仕切り直して、一回切ってやった方がいいんじゃないですか。なんか多分電波じゃないですか、と。OK。じゃあもう一回かけ直すね。あ、はい。はい。お願いします。あ、はい。あ、OK。僕は、はい、OK です。あとは、スピンさんか。あ、すいません、落ちました。落ちました。すいすいまません、ん、す落いちまてせん。しまいました。電波ですかね。ちょっと、電波が悪いみたいなので、了解です。ごめんなさい。で、家族が全員集まっ、大丈夫ですよ。だから、なんかね、本当に以前の枠で、和道さんがおっしゃっていた通り、なりたくてなった人っていうのはいないで絶対すいよないね。と思うんですよ。障害を抱えたくて抱えた人なんか一人もいないですよね。はい。僕も同意見です。うん。で、こいつに至っては死ねとか殺すとか言って、さらに前の枠で僕の障害について、その仮病だとかわけのわかんないことまで言われて、めちゃめちゃ腹立ってるんですよ。あ、それはすみませんでした。もうスピンさん言いたいこと言っていいっすよ。もう僕はないんで、コッペに対して何も。じゃあちょっと僕お願いします。まあコッペも別に言いたいことあるんだったら言えばいいだろうし。いでや、もうも僕はもうないです。だから。コッペでもね、こういうなんふうにか、思ってる人はいっぱいいるからね。凸が上がって、リスナーさんから凸が上がってきたの俺2人目だけど、結構異常なことなの分かるでしょ、配信やってて。で、DM とかもいっまあ、ぱい来確てかるに。し。で、多分俺だけじゃそうなくでて、す公ね。文竜のところにも行ってるはずだから、こう思ってる人は多いっていうのは忘れたらダメだよ。あ、まあ、それは確かに自分のやってることは間違ってることだと思ってやってましたよ。だから僕も、そういう、なんていうんですかね、まあ、なんか悪いやつだなっ
って、あの配信やってる時とか終わった後は思ったのは、それはまあ、みんなに分かってほしいです。うんうん、あの炎上芸でも、はい、やっぱり一線越えてはいけないところってあると思うんですよね。うん、まあ確かにそれはそうですね。うん、まあわかります。はい、うん、そうですね。うん、まあ、ただその時はそれを考えられるっていうか余裕がなかったっていうか、まあそんぐらいちょっと気持ちの問題でできなかったんですよ。うん、気持ちの問題でできなかったっていうのは、あの前幕で言ってたそのイライラお金に逼迫してたって、うん、まあもありますし、まあそういうのもイライラ、もうイライラしてるから、もうなんかとりあえずもう鬱憤晴らして、まあ同時になんかね、閲覧増えて湧いたらいいかなっていう感じでやりました。俺はさ、別にその障害者全員善人だと思ってないよ。コッペ、まあ、健常者も障害者もっていう、はいはい、お前がやったのってさ、レッテルを貼ったわけよ。で、例えばさ、まあはい、ネットの世界って韓国人は全員死ねみたいなこと書く人いるじゃん。ああ、いますね。いるよね、俺の放送にも。で、俺がよく言うのは、はい、韓国人でも日本人でもアメリカ人でも何人でもいい人もいれば悪い人もいるんだよ、はい、そうだよね。そうですね。うん、で、障害者の中にいい人間もいれば犯罪者もいるのよ。あ、それは分かってます、うん、で、そのレッテルを貼って全員死ねっていうのは良くない。それを差別っていうのよ、世の中では。で、それも分かってますけど、その時はもうやっぱなんか湧いて欲しかったんで、閲覧欲しかったんで、あとはまあ、なんか花火とか。もしね、閲覧とか花火が欲しくてそれをやってるんだったら、ね、はい、やってるんだったら、お前はあの社会的制裁を受けるべきだよ。だって実際それで傷ついた人もいるわけだし、あのお前殺すって言ったんだからね、はい、だったらお前逮捕されないよ、このまま、このまま恨みを買い続けて、まあ、されるかもしれないですね。確かに僕も、だってお前がやったの全障害者に対する殺害予告だからね。で、まあ、それで別にやりたいんだったら、俺は別にお前と付き合ってくね、個人的に付き合って気はないし、お前がやってることは否定し続けるよ。だから金がもらえるのは何でもいいんでしょう。閲覧が上がって金がもらえれば、障害者が死のうが生きようが苦しもうが構わないって言ってんだよ、お前が言ってること。いやでも別に俺、うん、自分がね、あのちょっと悪いことをやったのはもう分かってるんで、もう今だからできないですよ。あの別に機嫌悪いわけでも何でもないから。機嫌悪くなったらやんの。そうですよね。お前が言ったのって、機嫌が悪くなったら、機嫌が悪くなったらやりますし、お金が欲しくなったらやりますし、閲覧欲しくなったらやりますって言ってるようにしか聞こえないの、俺は。まあ、でも、機嫌が悪いときは、機嫌いいときは別にそんなんで、稼ごうと思ってないですけど。いや、機嫌が悪くなったらやるってことでしょ、イコール。機嫌が悪くなって、まあ、いろいろもうなんかもう、ブチ切れて、もう極限までイライラしたら、やるかもしれないです。いや、ただまあ、でももうこういう風に なってるんでね、だからもう障害者に関しては、っていうか僕も、まあ正直ね、やりすぎたかな、言いすぎたかなとか、まあ和道さんに言われなくてもね、そういういい人も障害者もいるし、そういう人まで対象にしていっちゃったのは悪いかなっていうのを思ってまるんで、もうそれ以上はまあ、その障害者関係の炎上事件はやらないですけど、他のことだったりかもしれないですけど。コペさんさ、はい。あんた自分がひょっとして いきなりなんか関節とかにガンができて、はい、ガンとかつか、うん、何でもいいですけど、なんか自分が欠損してね、両足なくしてさ、うん、それでまあ困ります。車椅子生活、はい、生活になっちゃった。うん。そんな時に楽しそうだなっていう風な気持ちっていうのは、楽しく、みんなはね、きっとね、僕の知り合いもそうだけど、辛いけど楽しくやらなきゃ、やってられないから、笑顔を出してるわけ。ああ、そうなんですか。
そうなんです。で、全員が全員ね、ひょっとして、和藤さんが言ったみたいに、全員が全員ね、あ、なんで、わかりますよ。あれだから、とはみんな言いがませ全ん員よ。一緒じゃもう、ないですそよれね。それ、うん、わかります、わかります。屈折した人もいるかもしれないけど、でも、和藤さんがおっしゃってたのは、もう本当切ねえ人間が、電車乗るのもきつい、どっか行くのもきついとかっていう気持ちってあるんですよ、はい、本当に。コッペさ、リスナーさんでさ、何で俺、しょオフ会たまにやるじゃん？やるんですか、逆に。やってるのよ。で、障害抱えてる人多いのね。俺が障害者手帳持ってるから、やっぱり属性として多いのよ。まあ、それは確か分かるでしにょ？あるでしょうね。で、そう、うちのオフ会とかってすごいんだけど、20人集まったら、10人以上が障害者手帳持ってる人たちばっかりなのよ。ああ、そうなんですか。そうで、電車に乗った時倒れちゃったりする人とかもいるし、毎回駅で動けなくなっちゃってパニック障害で倒れちゃう人とかもいるんだよ。で、俺もパニック持ってるから、その過去放送中に3回ぐらい倒れたりしてるのよ。救急車で運ばれたりとかそんなんあるんであするか？の。そうだったんですか？あります、あります。全然それリスナーさん知ってますよ。古いうちのリスナーさんは。で、その苦しみって分かんないわけじゃん、お前には。いや、わかんないけど、窓さんが、もうそういうのあったっていいうや、こと別にがあっ知たれととしかたら、言っそてれるわ話、けじゃないのよ。それを知ってくれっていうわけじゃなくて、言わないだけですよそう、ね。言わないだけで、その過去に YouTube に残ってる記録だけが全てじゃないし、ね、みんなも別に、ね、初めまして、障害者ですって言わないよ、ほっぺ。そうっすけそうど、でしょ？まあでそう。も、で、お前みたいな発言があればあるほど生きづらくなるのは事実なんだよ。俺はタフだからお前に何言われようが別に放送も続けるしさ、別に間違いなく何言タわフれでてしもょう構ね。わないけど、だって間放送違いをなく見タてフるです罪よ。のない人をさ、死ねとかさ、その、なんか障害者は全員気違いだから俺の放送関わるなとかっていうのは間違ってると思うよ。まあ、それはだから間違ってますよ。もうなんか自分でも分かってるんで、いや、ただ、もうなんかイライラして、もうこの先どうなってもいいから、とりあえず沸かせたいっていう感情になってからやってたわけなんで、もう今はだからもうそんな、いや、今っていうかね、まあ、これからもうやるつもりもないですから、こういう放送は。イライラしてでたも言われら、続イけライまラすしよ。てたからやっちゃいましたっていうのは知らないよ、別に。お前がイライまあラでししてょうるの楽ね。しくかろうが関係ないの。お前は配信者で公共の場所で不特定多数の人を相手にする仕事をしてるの。もうお金もらってる以上俺は仕そうです事だと思っね。てるからね。それ間違いないです間ね。違いないでしょ。で、その6そうっ千円すもらっね。たわけじゃん。その時はそうですね。6千円もらったわけでしょ。でもらいましもた。その6千円と引き換えにお前は何かを失ったんだよ。まあそうですね、確かに。配信者、まあでもそれ気になるじゃないですか、みんなそうだし。で、俺は前も言ったんだけど、お前が言うべきことは、あの発言は間違ってましたっていうのは、もう、なんつうんだろうな、あの発言は間違ってましただけでいいと思うよ。別にイライラしてたのとかお前の都合だから。まあ、だから要はね、なんであんなことをやったんだって言ったら、それをイライラしてたからっていう、まあ、動機みたいなのは説明しますけど、自分だかかららとい言うっこて、とじ別ゃない、に自分そう。のやってることが、ね、イライラしてたからいいって問題じゃないっていうのは分かってるんで、まあ、それ問われなかったら、もう本当にもうすいませんでしたの、もっていう、うそれ方がで、いいと思もう、うよ。まあ、でも、別にお前窓の配さん信もスだって、タイルを否定するつもりもないし、別に炎上させたいって言うんだったら炎上させればいいと思うけど、ね、和道さんもどうとかじゃなくて、俺は一被害者として言ってるの、今回の件は。で、たまたま配信まあ者だっ今た回のら、件だけ俺、は確かに。リスナーだったら電話してたと思うよ。俺がお前の放送見てたら。たまたま配信者で、たまたま俺も被害を被ったから言ってるだけなのよ、今回の件は。まあ今回だけで言ったらそうですそう。ね、だから確か別に俺、お前の配信スタイルに口出すつもりないから。その、今回の件に。だけ言ってるでしょ。過去の件とか掘り下げてまあ、ないでしょ、そうです俺。ね、そうですね。それに関してはもう本当にすみませんでした。
だから俺からはもう何ももうな今い回から。だけになる。ただ、こういうふうはい。にで思っても、る声がいっぱいあるわけだから、それは丁寧に対応すべきだと思うよ。これから突かかってきて、だって、ね、お前が蒔いた種なんだから、お前が処理しろよ。まあ、それはそうですね。お前は確かに、その、それで例え6000ば、円手に入れたんだから。そういうコメントが来たら僕も対応するようにはしてます。あの時どういうつもりだったのかっていう時に、まあ、イライラしてたから、ただまあ、その、まあ、本心も俺も悪いことやったっていうの分かってるしっていうは、まあ、言ってますけど。なんか和藤さんが言ってるように、レベルがちょっと違っちゃってるんですよね。なんか何のですか？殺してやなるとか死ねはとかっていうことと、いはい例えば、他の大手さんをディスって、あいつ、はい。潰してやるとか、例えばそういうような内容とはちょっと違ってるので、そはの炎上とはまた違うじゃないですか。い。じゃあね、だから、本編ね。今後は、本当に、コッペ、なんで今はい、回何でしょう。炎上したのはい、さ、じ違ゃあ、うと思うと配思うんです信者ね。として言っていい？配信者として言わないで、今までさ、その一障害者として俺語ってたじゃん。配信者として言まあ、わなかっそうたででしすね。ょ？配信者として言わせてもらってもいいですか？今。配信者としてですか？そう。和道として言わせてもらっいいでてすいい？よ。あのはい、どうさ、ぞ。別に炎上芸はいいよ。構わないよ。だけはい。ど、大手配はい。信者、配信者は配信者のディスしていいと思ってんの、俺は。だから、お前が俺のはい。ことディスっても、別に俺、その件について文句言ってないじゃん。俺も公で恥そうさでらすしてね。さ、俺が善人だと思ってないよ。俺は悪人だよ、別に。だから、俺のこと嫌いなそうやつそうですね。は、嫌いなこととか気に食わないことを言ってもらっていいの。それは暗黙の了解じゃん、この業界の。そうですね。確かにそれはわかそう。ります。あと、自分のことをネタにするんだったらもっといいと思ってんの。みんなだから自虐するわけでしょ？なるほど。炎上させるわけじゃん。自分が傷ついてる分で、みんなが笑ってる分にはさ、別に悪いこと何もないじゃん。だからいいと思うよ。だけど、お前がやった炎上は不特定多数のリスナーさんを傷つけたことだっていうことを考えた方がいいよ。お前がやったことは。それは配信者としてアドバイスね。わかりました。以上です。スピンさん、どうすか？あ僕と、も一つだけ、どうぞ僕も一つだけいいですか？どうぞ。どうぞ。すごく、ふわっちっていうのは、今日初めて、登録して、それで、コッペさんのところに、コメントを打ったわけですよね。らしいですだね。から、すごく、アウェーというか、また蒸し返すのだよっていう感じっていうのはあったと思うんですが、だから僕が聞きたかったのは、あれは炎上芸だったんですよね。本気で言ってるんじゃないんですよね。ちょっと、和らげてあげたかった部分があるんですよ。そうなんですか。でも、ちょっでと、もなん、やっぱり自分のスタイルを貫き通したっていう意味では、いいことなのか、寂しいことなのか、できれば、僕の現状もね、だって僕手治ってからだったら、だって手折れてるんだから、コッペの価値は1個しかないと思うよ。そう、俺、障害者であの時は憎かったけど、コッペの配信好きだわっていう、障害を抱えてる人に愛されたら俺は勝ちだと思うけどね。まあでもそうなったら確かに僕も罪悪感みたいなのはもうそより一層ね、今より湧くでしょうね。だから、う。それ以外はないと思うまあけたどだ、ね。
この件でおそう前ですが勝てる部ね。分っていうのは。そうです俺ね。は障害抱えてあの時怒ったけど、お前の放送のファンだわって言わせるぐらいの放送をやるしかないと思うよ。俺はそうですね、ね。花火確かくに。ださいとか言ってるやつにろくなやつい、いないっていうのは思ってるから、配信、コピー聞いて。配信っていうのは自分がまず面白いことやって花火をもらうわけよ。だからタイトルにね、先にアイテムください。アイテムもらったら何かやりますっていうのは間違ってるから。いやー、やまあめでたも、方アがドいいさよ。んはあんまり人のこと言えないんじゃないですか、それ。絶対やめた方がいいよ。俺人のこもと言えない？う、絶対やめいや、な。だって和道さん、アイテムタイムとか言って、じゃあ、なんおか疲れ企画が様、中お止疲になっれたと様きに。です。お疲れ。だから、あ、そういうふうに、人のことを今、言っちゃ、多分コッペさん、ダメだと思いますよ。いや、別に今のは、別に障害何者でディスもとかじゃとなくか、てね、なんでっ配ていう信にの関は。してのことだから、それに関しては、まあ、ちょっと言いません。はい。すいません、配信者じゃないので、じゃあ、なるほど、はい、いや、まあそうまあ、ですでも、なんね、か、なるまだほど。なんか話したいことがあったら、まあ、とりあえずでも、気分のね、害した放送やってしまったっていうのは、和道さんにも、あなたにも、思ってますし、いや、そだかれら以ね、外コッでペも、ね、お俺の前放が間送、違ってるのは、ね、タイトル読んでみろよ。アイテムください。何でもしますって。お前何でもするっていまあ、うそうのは、ですね。だからそういうところが最低なんだよ。俺、花火くださいっていう配信者大嫌いだから。じゃあな。じゃあ、いや、スピンなんさんかおもう疲れ様そうででしょ、す。それ。お疲れ様です、スピンさん。うん。はい、コッペ、どうおも前お疲タれイトル様変えでろ。す。最低の配信者だ、お前。そう、オチを作ってるんだけど、スピンさんが配信者じゃないから、マジレスしちゃったっていうパターンだね。せっかく落としどころを作って締めようとしてるのに、スピンさんがマジレスをしてしまうっていう、振りの概念がスピンさんはまだわからなかったって。綺麗に落とそうとしたのにな。そうですよっつって乗っかっちゃったからね、スピンさんが。はい、お疲れ。いや、誰かがね、消化するようにやってあげないといけないんだよ。あ、天神さん、花火ありがとう。おはよう。正直ね、閲覧取れるタイプじゃないから、今のコッペの実力だと。普通に嫌われてカソって、このまま死ぬ可能性があるからね。一回晒し上げさせられて、みそぎをやった方がいいと思うの。だから、スピンさんがフォローしてたけど、一回、別にあなたに憎いわけじゃないから、一回そのみそぎをして、ワド、俺以外の花火くださいとお願いします。配信ムカつくんだよ、つって。そうでしょ。他の配信者が花火上がってるの見たら悔しいでしょ。もう震えてるよ、俺は。プル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 。もう俺んところで、特にね、俺のリスナーさんがさ、バーガーくれてる人とかがさ、バーガーとかハート嬉しいですよ、風船とか。それをね、どれのシーン、誰とは言わないけど、どれとか誰とか言わないけどさ、うちでバルーンくれてる人がさ、なんか、どれさーんっつって、今日もいいねっつって、風船、花火100個とかあげてんだよ。腹立つでしょ。なんだこの差はってなるでしょ。傷つくでしょ。その毎日だよ、俺。なんで俺のところはバルーンなのに、どれは花火5個上がってんだとかさ。ねえ。だから、俺の放送とドレさんを見る放送は、アカウントを切り替えてください、皆さん。僕も結構ドレさんの放送潜ってるんで、よろしくお願いしますね。傷つくんで。じゃあまあ、普通に雑談やりましょうか。声聞こえてる？大丈夫？じゃあ出席確認します。手挙げてください。出席確認します。手挙げよろしくお願いします。はい、ナミニャンおはよう、ヤマさんおはよう、フーフーマンおはよう、マさんおはようございます。ナスビさん、いつもありがとう。ニャコ、いつもありがとう。コピちゃん、いつもありがとうね。ノンノさん、いらっしゃい。もしよかったらフォローしてね。皆さん、おはようございます。傷つけて楽しんでるんですよ。あ、ありがとう。ソソ、おはよう。花火ありがとう。サクトラ、おはよう。いっちゃん、おはよう。いっちゃん、おはようね。ソソ、いつもありがとう。ユータさん、おはよう。トコ、おはよう。トコ、最近ヘビーリスナーになってきたね、なんかで。
ありがとう、いつも見てくれて。みんなおはよう。コッペはさ、ニコ生でさ、5000人コミュ作れてる実力があるわけだから、ヘボい配信者ではないんだよ。だからね、ちょっとね、ふわっちで苦戦してるからね、焦ってる部分があるんだと思うよ。うん、焦ってる部分が。うん、はい、チャインチさん、おはよう。楽しんでってね。おはよう。おう、みすけ仕事？行ってらっしゃい。みすけ頑張ってね。頑張れー、みーすけ頑張ってー、頑張れー、仕事頑張れ、みーすけ、みーすけ仕事頑張れー、頑張ってください。風船ありがとう。はい、スピンさん、あ、どうもどうも、いえいえ、うん、ありがとうございます。うん、もしよかったらね、フォローしてってください、スピンさん。うん、こう頑張ってないやつが、仕事を頑張ってないやつが仕事を頑張ってる人に送るエールだよ。腹立つだろ、頑張れって。おはよう、ペコペコランド、風船10個ありがとう。おはようございます。嫌な感じだよね。最初のは嬉しいけど、ブスは嫌だ。ブスなんて言ってないよ俺。何、最初ブスは嫌だって何？ブスなんて言ってないですよ。何、なんかエアコメント拾って、何それ、俺発言してない、ブスなんて言ってないよ、みーすけ。ああ、ブサイクな応援ってこと？うん。俺はブスなんて言ってないよ。うん、頑張ってね、うん。そうだね、スピンさん優しい人だったね。うん、まあ、でもね、配信はいろんな人が見てるっていう前提で配信はやらないとダメよ。いろんな人がいるんだっていう。で、正直言うよ。全員を喜ばせることなんて配信者無理だから。全員を配信で笑わせようって無理よ。おう、まなちゃんおはよう。まなちゃんおはよう。元気？うん。この前電話かかってきたのに照れなくてごめんね。あれ、間違い電話だったの？いつでも電話かけてきてくれていいからね。まなちゃんおはよう。全員を喜ばせたりするのは無理なんだけど、不特定多数の人を貶めようっていうのはあんま良くないよね。また朝いらっしゃい。だってそうなりたくて、だって障害に関して言ったらさ、そうなりたくてそうなってるわけじゃないっていう、もう一言じゃん。で、別にかわいそうだと思えとか、そのフォローを入れろって言ってるわけじゃないのよ。その手を差し伸べろとか、そういうことを言ってるわけじゃないのよ。なんで、貶められないといけないんだってことよね。あ、最近、石野が荒れてますが大丈夫ですか？ああ、石野か。うん。帝王だから。帝王だから、石野は。俺は彼のことを帝王だと思ってるから。サウザーみたいなもんだよね。サウザー。うん、運営が利益以上に搾取してるのが分かった。してないって言っちゃう。この会社赤字だから。親会社赤字で今大変なんだから。キラーコンテンツなんだよ。いいじゃん。盛り上がって。いいサービスやってるんだから、いい思いし、いいと思うよ、俺は。ふわっちが儲かって別に悪くないじゃん。ねえ、俺、だっていっちゃんなんか配信者でお世話になってるわけだからさ、文句言ったらダメだよ。サウザー、まあ、石野今多分空き缶拾ってるっつうか、空き缶潰してるんじゃないかな。あ、今日、学校の先生来てくれてるの？先生見てる。先生見てる。まなちゃん、まなちゃんお世話になってます。どうも。先生今いんの？ダメでしょ。勉強中に俺の放送を見るとか先生怒るでしょ。大丈夫。勉強頑張ってね、まなちゃん。だからまあね、あんまり触れるなって普通に接する分にはいいと思うんだけど、人の痛みが分かんねえやつはダメだよね。ツイキャスとフワッチなくなるって言ったらどうします？俺ツイキャスやってないから別になくなっても痛くもかゆくもないし、フワッチがなくなってもまあニコ生とか FC2 とか YouTube ライブとかやるだけだよ。うん、とんでもない。まあ、じゃあ今中学1年生の年齢か今、うん、いいな、俺も勉強やりたいな。花火450円だった、大花火800円だった。ん？え？今花火って値段下がってんの？え、嘘でしょ、いっちゃん。
いっちゃんの手元に入ったのが450円だった。え、嘘。花火の値段下がった？え、確かめなきゃ。確かめなきゃ。ねえ、確かめようぜ。ちょっと花火100発ちょうだい。みんな。確かめないと。運営が搾取してるんでしょ？これ確かめないと。誰か花火ちょうだい。俺今確かめてあげるから。ねえ、確かめないと。花火ちょうだい。本当に？ちょっと待って、それ嘘でしょ。500円入ってるけど、俺。大花火は1000円だよ。え？誰か、マジで、ちょっと花火一発ちょうだい。ちょっと確かめるわ。安易だよね。いや、マジでちょっと確かめたいかもしれない。俺も気づいてない、それ。本当に言ってる？いっちゃん。誰かもし余裕のある人いたら花火ください。ちょっと確かめるんで。3256。3256。大花火ありがとう。いや、1000円入ってるわ。みーすけありがとう。1000円ぴったり入ったわ。いっちゃん、1000円ぴったり入った。ありがとうございます。大花火ありがとう、みーすけ。じゃあじゃあじゃあ、今1000円ぴったり入ったって。ぴったり入ったって。だから花火もぴったり500円入るよ。搾取されてないよ、いっちゃん。うん。コッペが花火よろしくは和道の方だろってぼやいてリスナーにネタだよって、うん、今から国語の授業、うん、頑張ってね。いってらっしゃい、まなちゃん。ありがとう、みーすけ。すいません、ネタに付き合ってもらって。すいません、ありがとうございます。1000円ぴったり入ったよ、いっちゃん。じゃあ何、いっちゃんの理論からすると、和道は人気配信者で俺は人気配信者じゃないから和道だけ得してるんだっていう理論なの？そんなことないよ。もし多分それをやったらふわっちは潰れちゃうから。辛口さんいらっしゃい。ちょっと腕上げましたね。ありがとうございます。もしよかったらフォローしてください。騒いだらもともに出すわ。いや、騒いでない。大丈夫だよ。花火は1080円。税込み1080円で、要は1000円じゃないですか。で、その半分が俺に入るの。で、風船は1個につき 0.4 円。要は風船10個やったら4円もらえるの。ちょっと割安なの。だから風船ね、1000個買っても、和道に500円入るんでしょ？違う、400円しか入らない。だから花火の方がいい。和道の見入りを良くするのは花火、大花火の方がいい。だから例えばそのバーガー10、毎月バーガー1000円分細かく渡すっていうよりも、実を言うと月に1回花火一発上げた方が俺の見入りは良くなるっていう計算。合計閲覧の人数でパーセンテージは変わります。え、そうなの？え、マジで言ってる？ラララさん。え、嘘でしょ？合計に、見てる人数によって、もらえるパーセンテージって変わるの？え、俺知らなかったんだけど。え、知らなかった！あ、いっちゃん本当だった。ごめん。俺、ずっと200人だから、アクティブが。あ、そうなんだ。いっちゃん本当だったわ。ごめん、いっちゃん。あ、ありがとう、ラララさん。あ、知らなかった。仮想生主はじゃあ450円なんだ。あ、本当だったわ。いっちゃんごめんね。知らなかったわ。知らなかった俺。ずーっと閲覧20切ったことないから。ありがとう。茶まじろうもありがとう。仮想配信者の方が恵まれないシステムなんだ。累計か。累計20人いかなかったら。はい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 。俺450円しかいらなく騒いだら500円くれた。ああ、そうだったんだ。いっちゃん、そうらしいよ。合計の30分間の合計閲覧が20人超えてない人は少ないんだって、割合が。俺知らなかったわ、それ。ごめん。いっちゃん疑ってごめん。その情報もっと早く言ってくれ。そうなんだよ。だから、その、まあでも、それはさ、リスナーさんが決めることじゃん。いや、俺は風船細かく上げたいんだよって。なんか見え張りたいじゃんっていうアイテムいつも毎枠であげてるよっていう人もいれば、ね、1ヶ月に1回花火ボーンっていう人もいれば、それはリスナーさんが決めることだから、あんまりそう、ただ見入りを良くしたい場合はその1ヶ月に1回とか、まあね、選んでくださいっていう感じですよ。僕はその気持ちだと思ってるんで、アイテムはやっぱリスナーさんの気持ちだし、うん、花火よろしくっていう配信者は俺大嫌いなんで、はい。そういうタイトルつけるやつ最低だよな、みんなな。最低です、もう。大嫌い。
ていうかもうなんかさ夜中にさあのミュウツーから電話かかってくるのやめてほしいんだよな。なんかさプライベート中電話かけてくるなっつってんのになんであいつかけてくるんだろう。配信者にもさプライベートがあるしさ寝てる真夜中に電話かかってくるんだよ。どう思う？ブロックしようかなマジで。すげえやだ。のんちゃんとご飯食べてたりしてさ電話が鳴ってさのんちゃんがもうわかるんだよ。あミュウツーからだっつって。で案の定ミュウツーなの。しつこいんだよ。うん最低じゃないよいっちゃん。最高だよいっちゃんは。いや迷惑だよ。配信中だったらいつでも電話かけていいよって言ってるんだからさ用があるならかぶせるべきじゃん。ミュウツーがミュウツーがかぶせるべきだと思うのね。俺から用はないんだから。何なんだろうね。いやブロックだよね本当に。だもうね夜中起きちゃうんだよミュウツーのせいで。メールもちゃんと送ってんだよ電話かけないでくださいって。うん、いや個人ってなんぼでしょ。ふわっち配信者はふわっち配信者が小突きしなくなったら運営が困るでしょ。そう LINE でメールで済む時代なわけじゃん。ましてやさ自分の枠開いてる時だけかけてくるわけでしょ。だから嫌われんだよあいつ同業から。譲ってさ石野とか浅井さんだったら言わないよ。人間関係できてるし友達だと思ってるから。そのプライベートで今から飯食いに行きましょうよとか和道さん今から家行っていいですかとかあるから。ただ俺ミュウツーに会ったこともないんだよ。でましてや嫌いな配信者なわけじゃん俺からすると。なんでこんな社会人としてマナーがないんだろうこいつっていう。いつまで小突きすんの。いつまでわかんない。できれば一生、うん、いや普通にマナーは守らないとダメだよね。マナーは守るべきだと思うんだよな。人として。一生無理かな。いやでも西村博之の YouTuber 論すげえ面白かった。昨日寝てる時にラジオで聞いてたんだけど YouTuber は全然夢がないって話で、なんかヒカキンの話とかしてたんだけど、めちゃめちゃ優秀でめちゃめちゃ真面目に、だって YouTuber で成功する最低条件っていうのがさ、カントリーマームおはようございます。 YouTuber で最低成功する最低条件が毎日動画投稿できるぐらい真面目なやつだと。でネタを考えられるやつだと。だ YouTube ってもはやただの仕事になってるから、あのみんな YouTuber 楽だと思ってなりたいなりたいって子供が言ってるけど、めちゃめちゃ大変な仕事だと。で、あんなのインターネットのなんか夢のある仕事だと俺は思わないんですよって西村博之が言ってて。だからヒカキンとか超頭が良くて超優秀で、他のことやってても多分うまくいったと。で、もともとニコ生主らしかったんだよ。全然売れてないニコ生主で。で、その、なんつうの。全然過疎主だったけど、それを知ってる人すらもういないぐらいの過疎主だったわけじゃん。うん。冷凍庫だよ。冷凍庫。うん。カントリーマーも好きだよ。うん。だから、なんか配信者の方が、なんかこう、なんつうの。なんか、ひろゆきさんがインターネット好きだったのが、本業ってわけじゃなくて、好きなブログを書いてたらたまたま食えるようになっちゃいました、みたいな。変なサクセスストーリー。宝くじが当たったみたいなのあるじゃん。なんか好きなことをただやってたら食えちゃいましたって。だから YouTube はそうじゃないと。
なんか好きなことやってたら食えましたっていうよりも、有名になるために戦略を練って、毎日編集頑張って、ネタを作って、っていう、なんか頭のいい人が仕事としてやってるから、もう僕は魅力に感じませんって言って。そう考えると、でも生主のことディスってて、生主は全然才能がないと。だからこうなってるんだっていうことを言ってて。面白かったね。そうそう、ヒカキンこれこれに売名とかしてたんだよね。うん、そうだよ。これこれ信者だったんだよ、ね、で、キャラも全然違くてオラオラ系だったんだよね。うん。うん。そうそうそう。いや、このね、キム一族の集いってさ、あの、醤油さんね、これさ、アンチコメント書いてるでしょ？これアンチじゃないから。この前、ブロックしたの、キム一族の集い。そしたら、丁寧なメール来たよ。和道さん、すいません。何か気に障ることをしてしまったでしょうか？ブロックされてしまったんですけれども、本当に申し訳ございませんでしたって。まあ、丁寧な LINE が来るタイプだから、これ。うん、笑うっしょ。俺の放送ではさ、おめえもロックオン済みだよみたいな感じだけど、なんか気に障ることみたいな。プロアンチだよ、プロアンチ、うん、動画編集能力は全てでしょ、まずは。で、SEO 対策ができて、サムネの加工ができて、フォトショップが使える、動画編集ソフトが使える、ネタが作れる、キャラクター性がある。で、SEO 対策ができてすっげえ大変な仕事だよね。俺やったことあるから、 YouTuber も辛いもんね。やりたくないもんね。うん。あ、動画あるんだ。うん。だから、キム一族の集いさんはそんな悪い人じゃないよ。大丈夫だよ。おー、ショチンさん、どうもどうも。昨日ありがとうございました。和藤さん1位だったので、昨日大花火させていただきました。人気配信者の証ですね。いや、でも俺ね、ショチンさんのいいところは、その企画、勝手に名前を使うんじゃなくて、1位の人にちゃんと花火投げますよ、みたいな、賞金出すみたいなのは、全然良かったかな。なんか好感持てた。別にね、そんな気使わなくていいのにとは思ったけど、なんか、ああ、そういう人なんだと思って。ありがとうございました。昨日大花火いただいたんですよ。配信者のショーチンさんなんだ。うん。うん。録音された。それしないで叩かれる。まあまあ気分は良くないですよね。うん、俺はもう長いから、自分がもう1位だなってもう分かってたけど。え、ぶっちぎりだったんですか、ショーチンさん。ぶっちぎりっすか。どれくらいで勝ったの俺は。まあ俺が一番嫌われてる配信者だろうなっていうのは分かってたけど、どれくらい、誰と争ってどれくらいのパーセンテージだったのかとか知りたいよね。 YouTube ガイドライン厳しいよ、やっぱり。そりゃそうっすよ。あ、フォローありがとう。もしよかったらフォローしてください。よろしくです。まあ、人気者の証だとは思わないけど、ただ悪名高いだけだよね。ふわっちで一番嫌いな配信者は和道っていう、ね、もうテンプレートができてるぐらいだからね。よっさんどうなんだろう。よっさん好かれてるでしょ。うん。たまがに、え、俺たまに勝ったの。マジで？俺たまより嫌われてんの？え、男性部門1位とかじゃないの俺。爆走とかに勝っちゃったの。たまとか。すげえ嫌われてんじゃん。何にもやってないのに。マジかよ。なんで俺こんな嫌われてんだろう。びっくりするよね。なんか悪いことやったかな。あ、トータル全体で1位なんだ俺。そう、ショックだわ。みんな俺のこと好き？好きなら花火投げていいよ。
よっさん 17%、 和道さん 72%、 ぶっちぎりじゃん、ぶっちぎりじゃん。 72% で勝ったの。じゃあふわっち見てる 72% は俺のこと嫌いって計算で OK？ そういうことでしょ。ふわっちを見てる全体の 72% が俺のこと嫌いで、フォロワーの数がだいたい3000人いるから、この人たちは好きな人じゃん。3500人好きな人でだいたい7000人ぐらい嫌いな人がいるってことで OK。 すげえな、めちゃめちゃ嫌われてんじゃん。マジかよ、こんなに嫌われてるやついる？配信会にたまにプロフィールに私嫌われてるんですとか書いてあるけど。おお、サボちゃんいらっしゃい。え、でもすごくない？だって何やったのって話じゃん。なんで嫌いなのかを聞きたい、この 72% に。うん、だから紙一重、 72% 紙一重って言わないでしょ。チョコマニさんの再放送見たいな。あ、そうだよね、もともと翔さんチョコマヨさんだもんね。うん、今だって自枠だから、そのどれくらいなんだろう、撮ってみようか。じゃあ俺のこと好きな人ははい、嫌いな人いいえ、俺のこと好きな人ははい、嫌いな人いいえ、全員回答してください。はい、アンケートつけました。好きな人ははい、嫌いな人はいいえでお願いします。好きな人ははい、嫌いな人はいいえでお願いします。アンケートはね、 Q っていうボタンが表示されてるでしょ。 Q を押してみて、理由聞いてみたいですね、ちょっとね。うん、ぜひぜひ。1ヶ月に1回ショーチンさんやってくださいよ。1ヶ月に1回、そしたら僕大花火もらえるんで1ヶ月に1回ショーチンさん必ずやって、僕に大花火もう毎月ください。それだったら僕やられて楽しみなんで、また1000円もらえるよっつって。で、さあどんな結果になるのか。皆さん投票しました？皆さん終わりました？ Q のボタンを押してくださいね。和道のこと好きな人ははい、嫌いな人はいいえでお願いします。じゃあ100人、回答数が100人いったら、開票します。あと16人ですね。どちらでもないわね、クイックアンケートはいらない。どっちかでいいよ、どっちかでいい、好きか嫌いかどっちか。うん、2回連続になったら殿堂、ああ殿堂に入るんだ。電動どころじゃ聞かないと思うけどな、俺の場合。あー、醤油ありがとう、醤油さんありがとう。あと2人です。あと2人アンケートに答えてください。じゃあ結果出しますよ。どれくらいの割合になんだろう。まあ俺の枠だから 72% いかないと思うけど。ではいきます。5、匿名です。このアンケートは匿名です。5、4、3、2、1、はいドン。あっそう、あーあっそう、ほーん。そんな変わんねえな、嫌い、すげえな、なんかけっ、300人のうち 60% だから、どれくらい、サブロック18、180人俺のこと嫌いなのか、すげえな、すごくない？180人、受悪で 63% だよ。そんなに変わらなかったんだよ、世間と。アンチだけじゃん。ふざけんなよ、本当に。なんなの？なんで嫌いな人を見るの？いいえの人の理由が聞きたいけどね。すげえ嫌われてたわ。あ、いや、アッキューワードツ。めちゃめちゃ嫌われてんじゃん、俺。いや、俺、思ってたよりも嫌われててびっくりした。本当に嫌われてるのは、まあいいや。あー、貫いてねえよ俺、別に俺別に狙ってやってないからね、ヒール狙ってないから。ミュウツーとコウヤのネガティブキャンペーン、あ、鮫島さんが俺でかいと思うよ。鮫島さんがポンプ入れ始めてからだと思ってる。いや、でもショックだよな。いや、ちょっとへこんだわ。番組検索さんいらっしゃい、ファービーさんいらっしゃい。あー、なるほどね。無関心よりはいいじゃん。でもさ、いやー、もうなんかトーンダウンだよ、トーンダウン。おはようございます
トーンダウンだよ。おかしいだろ。あ、で、話戻すんだけど、その、YouTuber よりも自由に配信者はやってて稼げてるから、俺ね、配信者の方がいいんじゃないかなっていうか、配信者の方がいいんじゃないかなっていう。おう、パパ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 パ配信者の方が実は伸び伸びやってて、稼げてるのは配信者の方だと思ってて、なんつうんだろう、意外と YouTuber よりありなんじゃないかなとは思ってる。うん、生主の方が。なんか楽しんでるって感じがして。ただ、もうふわっちが出てきてから、おい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 、花火ありがとう。ありがとうございます。なんつうんだろう。うん。でもね、これからね、もうなんか、最近仕事っぽくなってきてんだよ。それがすごい嫌だ。なんかね、稼がなきゃみたいになってるじゃん。俺実は一回もう真っさらになって、ちょっともう配信を楽しむ、配信を楽しむっていう方にシフトしなきゃこのままだとダメだと思ってて。なんかね、ちょっとね、やっぱあんのよ。稼がないとっていうのが。でも、楽しむことによって本来お金をいただけるもんだと思ってるから、比重をちょっと稼ぐために楽しいことやろうじゃなくて、楽しんで稼ごうみたいな。楽しむの方をやらないとっていうのがあるね。ちょっと反省してる。ここ数月、捨て頃後ぐらいからやっぱね、プロ意識みたいのが変な感じで裏目に出てるから、ちょっと気持ちを変えないとなと思って。ふわっちはね、今度2周年。だから、2周年だから2年かな、まだ。10月に2周年だっけ？ YouTube ライブは、チャンネル登録者数、要はフォロワー数が1000人を超えると、スーパーチャットっていう機能が使えるの。投げ銭があるのよ。で、スーパーチャットのすごいところは、広告を打てるのよ。要はコメントに値段をつけられるんだけど、花火みたいな感じで、最高一撃5万円振り込めるの。コメントに5万円載せられるんだけど、これ何がすごいかっていうと、YouTube 考えてて、5時間だよ。5時間ずーっと同じコメントが表示されんの。5万円打つと。だから、例えばヒカキンが生放送やったら、もう10万人とかさ、50万人とか見るわけじゃん。そこに自分の宣伝とか言いたいことをずっと表示させられんのよ。だから、もうスーパーチャットゲーム配信とかだと、なんだっけな、最高額今日本で120万かな、一枠。で、俺、全額もらえるって言ってたんだけど、調べたら変わってた。100% じゃなくて7割だって。要は、トータル10万円もらったら7万入るっていう計算。割合で言うと。YouTube の方が割がいいね、スーパーチャット。まあ、花火うるさいやつ見たくないっていうのはわかるね。うん、花火ください。ね、まあ YouTube 今来てるんだよ。実はね、配信者の中で YouTube に移行をね、仕掛けてるのはツバニャンとかエビゾーさんとか、あと俺も実は仕掛けてて、あの YouTube ライブやりますよ。皆さんもしよかったら下にね、過去の動画っていう URL クリックするとチャンネル登録できますので、ぜひぜひチャンネル登録してください。YouTuber って年収いくらくらいですか？人によるけれども、トップの人で、まあね、億を超えてるね。億を超えてますよ。ありがとうございます。はい。バガありがとう。アッキューさんありがとう。まあ企画の薄っぺらさ、広く浅くは和道のいいところだ。企画薄っぺらいか。なんか、まあいいや。花火師さんだからなんかあんま言えねえわ。薄っぺらい？マジでね、なんか、薄っぺらい？うわ？もう花火師さんだから、そうっすね。なんか、うはあ、そうっすね。薄っぺらい？なかなかなアンチコメントぶっ込まれたな、よ。いや、薄っぺらいって、なかなか、いや、すっげえ、まあいいわ。これがだから花火効果だよね。うん。スポンサーさんから薄っぺらいって言われたら、ああ、そうっすかってなるよね。いや、結構傷ついたよね。うん。まあでもかなり花火いただいてるから何も言えねえわ。Hello! Hi!
Please give me fireworks. Please give me fireworks. Large fireworks. Please. Please write a comment in Japanese. はい。もうだんだんすごいよね。2回もやるとさ、英語全く喋れないのに、頭の中に出てくるもんね。企画書薄っぺらいというか、中途半端なまま終わる確率が高い。これでもさ、Google English っていう企画をやってて、今日第3回やるんだけど、この後に、Google 翻訳だけで英語覚えようっていう企画で、1時間やってるんですよ。で、不思議と覚えてくよね。やっぱ、スペルが単語に入ってくんだよ。死にかけてた？あ、そうだったんだ。贅沢ビト最近来なかったから、心配だったんだよね。あ、大丈夫？何があったの？仕事が繁忙期だったのは、知ってたんだけど、発音いい、英語理解できないけど、ふむ、やっぱ伝わってないみたいね。一個だけしか投げられない。ありがとう、風船ありがとう、みなりちゃん、ありがとう。何があった、贅沢人。まあでも配信者とかさ、こういうネットの楽しさってさ、自由にやることだよね。翻訳めちゃくちゃだったの。だから、花火くださいを翻訳すると、Please fireworks だったのね。Please fireworks。で、アメリカから見てるリスナーさんが2人現れて、Google English やってたら、No, no, no, please give me fireworks って。Please give me fireworks。Thanks, Burger。事故って2ヶ月マジか。大変だったね。まあでも、贅沢ビートはそんな事件ないよ。相変わらずだよ。相変わらず。テルチャンピンがマンスリー4位になったぐらいだよ。最近変わったことは。まあでも、英語を覚えたら、なんかドレさんがなんで外人向けに YouTube とかやんないんだろうっていう疑問があったの。で、やっぱドレさんからすると別にそんなの面白くねえよって言ってて、あ、そうなんだと思って。で、ドレさんやったらいいのに、ドレさんやったらいいのにって思ってたんだよ。英語喋れるわけだから。ブルーマウンテンがそう。で、ありがとうございます、ゆきのさん。風船ありがとう。で、鹿児島旅行行ってたんだ、ゆきのちゃん。で、よくよく考えたんだけど、片言の英語を喋った方が向こうにウケるんじゃないかっていうことを思ったの。ドレさん普通に喋れちゃうわけじゃん。で、誰か片言の英語喋れるやつで面白いやついないかな、面白いやついないかな、つって。いや、俺がやればいいじゃんって思ったんだよね。もう俺喋れねえわ、そういえば、と思って。で、やってみたら、やっぱり、もうアメリカ在住の、ニューメキシコ州のリスナーさんと、あと、どこだっつったっけな、シカゴだ。シカゴとニューメキシコ州の人と、あと、ナスビちゃんはニューヨークだったかな？ 3 人いるんだよ。日本人なんだけど、外人さんと結婚して向こうに住んでる人が。で、教えてくれるんだよね。で、旦那が横で聞いてるけど、こいつ何言ってるか全然わかんないって言ってますよ、とか。面白いじゃん、それ。ちょっと傷ついたけどね。旦那さん、外人さんなんだけど、俺の英語は全く通じてないらしい。だから、ちょっと続けてみようかな、と思って。今日暑いな、なんか。今日天気悪いし、石野の空き缶潰してるところ見に行こうかな。聞いてみてください。自分のブロックの件聞いてみてください。いや、聞いてみてくださいっていうか、石野はだから花火をしない人はブロック入れるのはもう知ってることだから。石野今浅井さんの家に住んでんの。サボちゃん、そっか、最近来なかったから分かんなかったか。もう一昨日ぐらいに引っ越し祝いしてきたんだけど、浅井さんの家に住んでんの。だから浅井さんの仕事手伝ってんでしょ、多分。なんか今日蒸し暑いよね。
ジメ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 する。あ、おはよう。ちょいちょい傷ついてますね、うん、あ、ごめんみんな、あの、そう、洗濯物を取ってくるわ。ちょっとあのリーバイスのヴィンテージジーンズの606の3万円したジーパン欲してるから今取ってくるね。ごめんね。のんちゃん、のんちゃん盗まれたジーパンが俺の3万円するリーバイスのリーバイス東京で買った、3万円するリーバイスのヴィンテージジーンズ606が盗まれた。ある？あった、ありがとう、うん、のんちゃん取ってくれたの、うん、雨降ったから、うん、俺のヴィンテージジーンズ盗まれたと思った今。ああ、なんて言ったってヴィンテージだからね、うん、よしよし、なんて言ったって3万円するから盗まれちゃう、うん、あ、ごめんね、うん、そうユニクロじゃないんだ石野に見せに行こうかな、俺のヴィンテージジーンズ606。しばらく見ないうちにボケがつまらなくなったか。何言ってんの今、めちゃめちゃ俺のボケがさえ渡ってるところだよ、うんうん、わらわらだよ、うん、おはよう、先んちょおはよう。3万だねこれで、あの好きだねお前ら、わかったよ、見せてやるよ。あのね、おい、夏美さん花火ありがとう。あのね、うん、いや、のんちゃん世界で一番好きだから俺のこと。このね、糸が、あ、もうしょうがねえな、あ、もう貧乏人だから見たことないんでしょみんな。糸がね、糸が金なんですよ、わかる？もうで全部職人さんの手縫いだから高いの、全部手縫い、わかる？いいでしょう、もう一個一個仕立て上げてるからフォルムが違うんですよ、金の糸。だその辺のあのなんかジーンズメイトとかで買ってるのとはわけが違うんだよ。で、あのこのタグの部分もちょっとヴィンテージなのね。606って入ってるでしょ、606って、ここここか、これ606って入ってるでしょ、え、606で、ここも違うでしょ、うん、でね、君たちはね、ユニクロの4980円のジーパンでも履いてればいいんだよ、うん、スーパースターだからね俺は。でね、このタグがオレンジタグね、オレンジタグ、うん、チェーンステッチがよくわかりません。裾がチェーンステッチ、なんだろうチェーンステッチって、普通だけどチェーンステッチがよくわかんないな。で、もう一個買おうと思ってんの、全く同じやつで。リーバイス東京だと、あのここに、こことか好きなところに刺繍入れられるの、リーバイス東京っていう。やっぱね、俺クラスになるとね、やっぱね、所得が高いから、所得が高いから、やっぱあのメイクマネーペイマネーだから、石野が言うには。だからやっぱりそのいいものを買わないとね、いい男はいいものを買わないといけないから、うん、花火減るぞこんな話してたら、花火と閲覧が減るんだよなこれ。おはようマセヤンヌ。ヴィンテージデミニムの洗濯方法、お風呂場にあの洗剤つけないで、お風呂場にぬるめつか、ちょっともう水っぽいやつに、もう本当に水洗い、月に一回水で洗って、洗う派と洗わない派、未だに論争があるんだよ。そうなんで閲覧減るんだよね、冗談で言っても閲覧減るから、ね、なんか不景気なんだろうね
ちょっと悲しいよね。本当に閲覧減るから。裏返して、その水洗い、ウォッシュして、で、干すっていう、昔ながらのやり方。水洗いだね。なんかこう汚えな。でもね、なんか汚れが取れないんだよね。やっぱ薄く洗剤入れた方がいいのかな。ちょっと汚れが落ちてない部分がここあるね。ここ。なんだこれ。何の汚れだ。うん、でも素材感がすごいよ。正直言うとゴワゴワして着づらいの。それで綿100は硬いのよ。だけどようやくもう3ヶ月目ぐらいなんだけど、ようやく馴染んできたかなっていう。ようやくで、リペアの店も見つけて、そのリーバイス東京本店でやってくれるから、リペアを。だからもうそこにお願いしようと思って。だから一生履けるよこれで。洗わない派、リーバイスの公式の CEO が言ってるのは洗わなくていいって言ってる。でもね、洗わないと雑菌が入るじゃん、汗とかで。で、やっぱ生地が傷むんだよ。だから洗った方がいい派と洗わない方がいい派の二手に未だに分かれてるけど、悩んで悩んで悩んで洗う派になった。一ヶ月に一回洗ってる、俺は。裏返して。水で丁寧に洗って。難しいよね。色がね、くすんできたらいいんだけど。おはよう、ガルーダ、おはよう。今日も一日楽しんでってね。石野と飯食いに行こうかな。ジッポはね、リスナーさんからいただいたやつだよ。なんだっけ、ジャック・ダニエルのやつ。もう結構ボロボロになってきたよ。2、3回綿とか入れ替えたけど、もう結構使ってるよね。最初ピカピカだったのにもうくすんできたもん。光らないよ。うん、ジッポはね、のんちゃんもこれ買ったよ。ヤフ。多分3500円とか4000円ぐらいで、アマゾンでジッポ、ジャック・ダニエルで検索するとこれ売ってると思うよ。クミタンも持ってるよね、これ。和道とお揃いにするって言って買ってたよ。なんかね、高ければいいって、カリスマには両者、あ、はい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 、あれね、あったね。わざとビンテ、クタッとさせるために両親に履いてもらって、で、ヴィンテージっぽい使い込んだジーンズ作るっていうプロジェクトあったね。町おこしであったね。だから綺麗に履いたらかっこいいジーンズ作れると思うんだけどね。でもね、俺はやっぱジーパンはリーバイスだね、結論。やっぱいろんなジーパン履いてきたの、うん、ユニクロとか、うん、ユニクロとか GU のジーパンとか履いてきたけど、やっぱりジーパンはリーバイスだね。エビスってかっこいいか？俺、エビスのジーパン、かっこいいと思ったこと一回もないんだけど、なんなの？エビスって。あれ、金持ちの遊びでしょ？なんか俺らが着てたら流行るんじゃね？みたいな。ちょっと金持ちでジーパン屋やろうよ、みたいな。そういうノリじゃないの。そしたら流行っちゃったみたいな。やっぱ綿100はいいですね。石野と飯食いに行きたいな。石野とラーメン行こうって約束してたんだけど、石野がね、連絡手段がないんだよな。
昨日石野くんと20分睨み合ったあ、そうなんだ、でもさ、あの徹底したこびないスタイルってすごくない？マジでこびないからね、あいつ。俺あそこまでこびないやつ見たことないよ。いいでしょうなんか長く使えるものいいっすよね。やっぱ軍が採用、アメリカ軍が採用してたぐらいだから壊れないんだよな。あと風が強い日でもつくっていうのがいいよね。ジッポはシンプルな構造だけど理にかなってるというか機能美がある。石野のあのこびないスタイル大好きだわ。チャンス逃してるんだけど、俺ね、なんで本物かっていう本物論なんだけど、要はね、こびてくわけじゃん、俺とかは。大切にするっていう言い方もあるかもしれないけど、こびてくスタイルなのよ。で、目先の、その、100万とか手に入るかもしれないけど、あいつは本当に気に入られたら1億円手にするんじゃないかと思ってるんだよ。要は、その確率は低くなるよ。チャンスは逃してんだよ。だけど本物に響く可能性があるわけよ。あのスタイルを徹底したら。だからその、なんつうか、本物感って感じるよ。もしくはホームレスか。もう社会に弾かれて、もう本当にダメな人生になるか。だからホームレスまでなってるわけじゃん。家も持ってないわけじゃん。はい、アニサキスさんいらっしゃい。だからなんか石野の生き方かっこいいなと思ってて、俺は好きだね。そのたとえ目が出てほしいとも思ってるけど、目が出なかったとしてもかっこいい生き方だなって、俺にはできねえなと思って。だって花火師をブロックするって結構すごくない？でこんにちはってコメント書いたらブロックするんだよ。すげえよな。だからほんとうざいやつは金、なんつうの、金払おうが客ですらないっていうか、かっこ悪いやつは絡まねえみたいな、あのスタイルすごいよね。じゃあ、ほんとにね、昔からそうなんだけど、かっこいいかかっこ悪いかだけなの。石野って。で、かっこ悪いやつとは話したくもないし、関わりたくもないんだよ。ホームレス病気になりますよ、そりゃ。なりますよ。まあ、そのかっこ悪いやつは俺の周りにいらねえみたいなのがすげえよな。はい、夫婦マンお疲れ。ありがとね。徹底してるもんな。何が正解なんだろう。その俺さ、金はあればあるほど幸せになれるのは本当にそうだと思うんだけど、金を欲しくて、金が欲しいがために何かを犠牲にしたら、その金に価値があるのかっていうことをすごく考えるタイプだから、楽しんでるやつには勝てないわけじゃん。楽しい、もう金持ってないと、1円も持ってないけど、人生最高だよみたいなやついたら、俺はどうなるんだろうっていう。その例えば1億円持ってて不安だわとか、投資先がとか、肩こるわとか、なんかプロジェクトがとか言ってつまんなそうなやつと、もううわー超楽しい人生って言って、もう好き勝手やってる貧乏人、どっちが幸せかっていう究極の問いを見た時に、顔に出るじゃん、笑顔っていうかさ、生き様っていうかさ。で、どんな顔したいんだろうって。だって金って人間が作ったものなのよ。でも笑顔って神様が作ったものだから、その神様の方を信じてみたいなって思うんだよね。金も欲しいけど、だから金って怖えよな。アイテムタイムね、なくそうかなと思ってて、なんかもうだから、そのアイテムタイムなんてまさにさ、そのほじるためのテクニックなわけじゃん。神っていうか、なんつうか法則っていうか DNA っていうか、
俺はだから神はその宇宙法則っていう定義化をしてるんだけど、人じゃなくて俺らも神だし、俺らも神のパーツなの、すごい小さな。で、笑顔には勝てないんだよ、楽しそうな。で、金なくても笑顔で、金あった方がいいのなんつうんだろう、金じゃないっていうか、もちろん金なんだけどさ、うん、そうそう、俺が神って言った時はなんか法則だと思ってほしいの。そう、なんかよくわかんない万物、うん、あの人だとは思ってない。だから一神教の考え方ではないよね。ヤハウェとかエホバとかそういう考えではない。もっとでかいもの、それこそ宇宙そのものだったりとか、うん、おいおい、再生ありがとう。ブドウ糖先輩ありがとう。アイテムタイム、アイテムタイムどうなんだろう。いろんなこと考えるけど、だからね、配信って深いんだよ。もう生き様だから。難しいよね。そうだよ。インコじゃないけどね。弊社。インコじゃない、文鳥ね。文鳥は7歳、平均7歳生きるって言われてる。で、もうなんか、メスだからさ、こじっていいサイト。いや、こじることに反対じゃないけど、でも気持ちよく投げてもらいたいっていうのがあるのよ。で、俺が別に指定することでもないんじゃねえかみたいな。投げたい時に投げる。で、俺は喋るのが仕事なんじゃないか。例えばね、例えば、俺、明石家さんまの実はドキュメンタリーを見てそれを思ったの。明石家さんまさんって楽しそうに話すのよ。楽しそうに話すの。島田紳助もそうなんだよ。で、その、じゃあ、楽しそうに話してて、本当にすげえスキルを極めちゃって、本当に面白い人間になったら勝手に金入るんだよ。で、明石家さんまが、その、わかんないよ。本人に会ったことないから。このギャラいくらだとか考えて喋ってないんだよね。そう見えなかったの。そう、楽しそうに吉田豪と喋ってるのを見て、この人多分今頭の中に金勘定は計算入ってないなって。で、野球選手もそうじゃん。本当に野球が好きだったらこのスイング1本で20万だなとか考えないじゃん。そうじゃなくて勝とうみたいな、ここでヒット入れようみたいな。だから俺も本当のプロ配信家になるんだったら、金を稼ぐことを考えるよりも閲覧が増えたりとか、リスナーさんが楽しいって思うことだけを考えてやるべきなんだよ。もしくは俺が楽しいと思うトークをする、極めるっていう。だからアイテムタイムに関してはどうしたらいいんだろうっていう悩みはあるね。志村けんのスタイルはすごいよね。自分が可愛いと思う女をガンガン入れてくスタイルだもんね。うん、俺はあんまそういうタイプじゃないね。島田紳助タイプが好きだね。後からお金がついてくるだろうと思ってるし、最近自分のスタイルに瞑想が入ってるっていうか、あのね、別にいいのよ。金は金って割り切ったら強いの。多分。金は金って割り切ったら強いんだよ。ただ俺がどっちに行きたいのか分かんなくなってるっていう全問答に入っちゃってるから、この数ヶ月間。だからその、いろんな企画のこと、旅のこともいろんなことを含めて。だから今、その、作り直してるよね。いつも言ってんだけど、メタモルフォーゼ。さなぎに戻してるんだよ。そう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 、笑ったり楽しかったりした時に投げるじゃん、感情で、ウェーイっつって。だからそういう、だから金感情のためにやってるんだよ、今。正直言うと今っていうか数ヶ月前から金を稼ぐために楽しいことやんなきゃっていう順番になっちゃってたの。いつか、いつからかで順番を変えるの。楽しいことを徹底してやってたら金なんてついてくるわっていう、そのアッコさんが言う理論。楽しいことやって、だって俺生活保護の頃思ってたんだよ。16万手に入って楽しいことやったら俺人生最強だって言ってたのよ。だけどいつの間にかその100万とか億万長者になりたいっていう方向にシフトしてたから、でなんか金のために働いてるみてえだなみたいな、俺金のために配信やってるみてえだなと思って、なんかねかっこ悪いんじゃねえかなみたいな。配信して辛いことなんかいくらでもあるよ。ただ楽しいことの方が多いね。辛いことなんか腐るほどあるよ。本当に腐るほどあるよ。だけどいいんだよ。俺いつも言ってるんだけど、配信で全部失ったの。
配信にそれくらい捧げてやってきたのよ。配信で全部失ったの。だけど今手に入れてるものは全部配信で手に入れたものなの。これ本当よ。何もかも配信で失って何もかも手に入れたから、うん、だから辛いことなんか言ってもきりないよ。釈迦かわいい。はヒトラーさん風船ありがとう。実感持てるまで受け入れられないとき、俺はね、頭はダメだと思ってる。そう、実感と体感が全てだと思ってる、ね、うん、だまあ迷ってるわけだからあんまりいい状態じゃないんだろうね。ずっと話してたら話すことなくなりませんか。なくなるね。だから今心がけてるのはネタよりもキャラって言ってて、要は話すことを作るっていうのはネタ作り仕込みの段階なんですよ。で昔の配信それこそネタ帳を書いてたし、そのストックだからバーとかで飲んでて、そのバーのオーナーさんとかこの子プロの配信家なんだよとか、これで飯食っててって紹介してくれて、へーみたいな、面白い仕事っすねみたいな。で言われるのがやっぱりネタってどうやって作ってるんですかとか、なんでこんな長く喋り続けられるんですかっていうのが興味あるらしいの。でその時いつも言ってるのがネタよりもキャラなんですよって言ってて、その面白い人間だったら何話しても面白くなるのよ。その人自体が面白くなっちゃったら。ただネタに頼るようになると、このネタは面白いけどこのネタつまんないって振りができちゃうじゃん。でネタを作ることも大事なんだけど、究極系は俺が喋ってんだから絶対面白いに決まってんじゃんっていう状態。もうだからそれがファンだよね。ファンって何やってももう面白い面白いって言ってくれるから、だからもう365日24時間面白くなろうみたいな、うん、ネタよりもキャラで、キャラが完成しちゃったらもう勝ち。だからネタが面白いやつって結構いいのよ。ネタに振り回されるタイプ、俺がそうだったんだけど、だけど売れてる人見たらみんなキャラだけでやってんだよね、うん、だから今キャラを作るっていうことでこう頑張ってるかな。ループってきつくないですか。きつい。配信業で一番きついのはループ。あのずーっと同じ話を振られるのはもうほんと頭おかしくなる。だから俺は付き合わない。タイムシフト見ろよで終わり。むしろスルーしてるぐらいだもん最近。何々の件って何があったんですか。タイムシフト見ねえ、おめえが悪いんじゃんって俺言ってるよね。うん、見てない、お前が悪いじゃん。接客業なんだ鎖骨さん。だから YouTube 見て、チャンネル登録して、全部上げてるから。で俺は次のネタ、次のネタ、ネタかよ結局ってね、次の話、次の話ってやってるから、過去にとらわれてないからっていう。そう、暇だったらね別に話してもいいけど、タイムシフトか YouTube 見ろよって。あ、ちなみにあと予告なんですけれども、今月いっぱいでふわっちのタイムシフト全部消します。あの過去の動画全部消すんで、はい、今後は生放送しかやりません。タイムシフト消します。よろしくお願いします。ふわっちはタイムシフト残さないです、覚えておいてください。サービス業どうなんだろう。サービス業とは違うと思ってて、俺はだってサービス業だったらだよ、サービス業だったら、だって俺さっきアンケート取ったの、好きと嫌いはどう、好き嫌いって 62% が嫌いって言ったのよ。これ絶対サービス業成り立たないから。なんでなんで理由はか、なんだろう、生で見てもらいたいからかな、生で見てもらいたいっていうか。最近の YouTuber どうですか。俺が YouTuber じゃないからね。でもなんかその配信家からすると、あの YouTuber はただの仕事にしか見えないかな、まあ俺仕事したくなくてこの仕事選んだから、俺が喋ったら金になるんだぐらいにしか考えてないから、なんかこの自由にやってない、自由にやった金、もう俺が何かをやると金が生まれるっていうのが俺の理想だったから、 YouTube 選ばなくてよかったなと思ってる。 YouTube にアップするよ、みーこさん。タイムシフトは YouTube に全部あげる、だからあの消します。はい、ふわっちのデータは全部消します、今月いっぱいで。覚えておいてください。でもし和道の過去の放送を見たいっていう人どれくらいいます。手挙げてくれる。和道のタイムシフトを残してほしい、見たいっていう人手挙げてください。見たい、和道のタイムシフト残してよって。
過去の記録残してって思ってる人は手挙げで。最近の和道さんの気になるニュースとは。ないよ、ニュース見ないもん俺。コメント見るのも楽しみだったんだけどな。コメントはだから動画で残してるよ。YouTube の方にもコメント残してよ。見たい人は今手挙げてくれてる全員は YouTube チャンネル登録してください。過去の動画を登録してください。よろしくお願いします。今手挙げてくれてる人はぜひ YouTube チャンネル登録ぜひお願いします。はい、北の問題早くどうにかしてほしいよ。あー、北朝鮮ね。うーん、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。ふわっちの、あの過去の動画はもう消します。住み分けをしようと思って。 YouTube 登録よろしくお願いします。アーカイブは全部 YouTube に残そうと思って。そうで、何がいいかっていうと、これじゃあなんでっていうサボちゃんの質問に答えるとするなら、動画になっちゃうわけじゃん。タイムシフトで動画になったらコメント参加できなくなるの。見るだけになっちゃうのよ。わかる？で、ここに表示してるわけじゃん。コメント。ここに記録を残してるわけ、俺は。だからこの画面を見てれば終えるようになってるのよ。で、さらに YouTube の場合は動画を見た後に感想を書けるんですよ。匿名アカウントでも何でも。だから、この動画を見た人と議論ができるの。さらに。だから生放送は生放送でふわっちでやってくんだけど、その過去の動画に参加ができる、要はこの放送こう思ったよっていう風なので言ったら YouTube の方が便利なんだよね。そうで、最近その YouTube のいただいたコメントでファンレターみたいな、ワド頑張ってるねみたいなの全部コメント返してるの俺。そういうやり取りが楽しくなってきたんだよね。感想とかのやり取りをちょっと、まあ全員に返してるわけじゃないんだけど、うん、そこはお願いします。ちょっとお手洗い行ってこようかな。お腹すいた？お腹。お腹すいた？一旦帰るわ。何時頃帰る？そろそろ帰るわ。あの、もっと飛んだ。どれくらい？すぐ持ってくるのにさ。ちょっとゆっくりしてから。公開生放送ができるスタジオを作りたいな。なんか企画ができるさ、お店じゃないけど新宿になんか店舗借りてさ、あの生放送がうまくできるビジネスモデルなんか作りたいね。店やろうかな、また。キャスバーだとバーがメインじゃん。バーじゃなくて
ロフトプラスワン的な、その喋りがメインの箱を作りたいっていうのがあって、うん、キャスバー的なよりももっとその客側と舞台側を分けて、舞台をステージがあるような感じの、言論カフェとかロフトプラスワンとか、スタジオだよね。そこで飲食するかどうかはまた別問題として、でその配信者のグッズとか取り扱って、常に物販コーナーがあって、ゆいがさんステッカーが買えますとか、だバーって並べて、和道ステッカーとか、でも本当に配信者を登録してゲストで呼んでみたいな、なんつうんだろう、そのギャラ払ってとか、なんかそのそこでね飲み食いやるかどうかはまた別問題として、そういう空間運営したいなとは思うよね。だ予算どれくらいかかるのかわかんないけど、そう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 、吉本新喜劇的な感じだね。そうだね、いい例えだね、うん、そういうのはやりたいなと思うよね。ただそのどれくらいのキャパで、どれくらい、そんな広くなくていいと思ってんの。本当に客席50席ぐらいマックスみたいな。エガチャンピンがわかんないな、うん、それをなんかやりたいなっていう未来の夢だけど、東京になんかそういう場所があったらいいなみたいな。あー大吉さんありがとう、すごい嬉しい、ワドツーありがとう。なんかね嬉しいっすよ、ロム線の人も応援してくれてんのがいっぱいずっと分かってるし、この前ニコ生やったんですよ、1年ぶりぐらいに。あー大吉さん花火ありがとう、ありがとうございます。そしたらね、生まれて初めてのリスナーさんってわかる、ニコ生やるじゃん、生まれて初めてのリスナーさん、今コテハン違うんだけど、表示されてる固定版違うんだけど、俺覚えてんのね、あえて言わないけど、今でも見てくれてんの。だからニコ生やった瞬間にその人がコミ登録してくれてるから、あ今でも見てくれてんなと思って、聞いてみたいよね、会って聞いてみたい、その和道を初めて見た時の印象とか、そのなんで今でも見てくれてんのかとか、その今俺がこういう風になっててどう思ってるのかとか、なんかそのリスナーさんしかない視点ってあるじゃん、それを徹底的に聞きたい。その初めてのリスナーさんだから、俺がその日配信者として生まれたからずっと応援してくれてんだよ。あニコ生時代から見てくれてんだありがとう、うん、あーきついよね。でもふわっちもだんだんニコ生っぽくなってきたよ、うん、なんかどんな感覚なんだろうって。それこそさ、俺びっくりしたのがさ、生まれて初めて付き合った女の子とかがリスナーで見てるのを知った時、俺もうドギマギしたよ、ね、本当にすげえなと思って。配信って不特定多数に見られるってこういうことなんだみたいな、うん、でね、その子のねツイッターアカウント見てみたらね、石川紀之フォローしててね、うん、なんかもう足軽かと思って笑ったよ、ね、俺より足軽の方がフォロー先だった。そのリスナーさんと対談してほしい。いやーしないでしょ、ロム線さんだから、うん、でもいつかそのプライベートで話してみて、そのね持ち帰って俺がその話をするっていうのはやってみたいなと思う、うん、そのどんな感じなんだろう、配信をね見ていろんな人を見るわけだ多分。でそのリスナーさんがその配信者を見てて一番の楽しみ、それ育てることだと思ってるの。配信者をどこまで育てるのかっていうか、そういう部分ないですかみんなの中に。俺はさ、ほらあんまりリスナーがやんないからわかんないんだけど、多分そのポケモン育てたりとかするのがそういう感覚なんじゃないかなみたいな。ゆっくりゆっくり時間かけて人を育てるっていうか、まあなかなか言うこと聞かないんだけどね。
なんかいろいろ聞きたいよね。なんかな。あーでもね、声批判的な人が多かったんだよ昔は。で俺が声がコンプレックスだから、声がいいってなんか再評価されてて俺はびっくりしてんだよね。声いいかみたいな。あそうだ、あ今日の女の子いるかな、この子じゃない。じゃあゴミ収、浅井さんに聞いたんだけど、ゴミ収集者の人が俺のリスナーさんらしくて、俺のステッカー欲しいって言ってたんだよね。今日の人じゃないか、女の人じゃなかった。だから浅井さんに聞かれたの、あの和道さんのリスナーさんでこの辺のゴミ収集者の女の子がいて、和道ステッカー欲しいって言ってるよって、どうすればいいって。嬉しいよね。タバコ大好きだもん俺。男の人だったから多分違う。愛煙家ですよ、愛煙家。タバコに金かけるのは別に、なんかそのなんだ、たまに言われるじゃん、なんかタバコってお金の無駄じゃないって。じゃあお前無駄な買い物したことねえのかっていう。俺はタバコが好きでタバコを吸ってるんだよ。でギターだって金かかるし弦変えたりとか、スケボーだって金かかるしローラー変えたりとか、何配信だってバッテリー買ったりとかさ、リュック買ったら生きてるだけで服とかさ、俺が別にタバコ好きでタバコ吸って何が悪いんだって思う時あるけどね。お前がタバコ嫌いなだけだろみたいな、うん、激しいコラボ。いやコラボじゃないかんね、あれはうさがらみだかんね。有名配信者のとこに行ってぶっ壊すっていう配信者だったから、今相当反省してるよ。不安つきだからやらなくなったよ、うん、そういうのは。なんか変な絡み方はやめた。変な絡み方はタバコは暇の有効活用っていうか、もう人生そのものが俺にとって暇つぶしだから、うん、で言われると腹立つよね。お前人の買い物にケチつけんじゃねえよみたいな。ダースケさんおはよう、うん、大人になった和道さんも素敵です、頑張ってください。頑張ります。あまあ丸くなったのかな。だから俺は年取ったなって思ったのが、石野とこの前久々再会して居酒屋行った時に、ありがとうございます、花火ありがとうございます。石野とこの前久々に話した時に、30っす、もう30になりましたって言った時に、そうかと思って。俺石野と絡んでた時28だったの、28歳で30になってなかったのよ。で石、え、じゃあ俺が30で石野が28だ、ごめん、俺が30で石野が28で、それが石野が30になって俺が32になった時に、え、石野ってもう30超えてんのっていう。あいつ童顔じゃん、結構顔が幼いじゃん。だからああ俺らもうおっさんだなと思って、おっさんになってまだ働いてねえんだなと思って、クズだなと思って。でもなんか石野が30になったって聞いた時になんか年取ったなと思ったよね。そう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 、
なかなかだよな。お、残り9分で4時間完走です。お疲れ様です。一旦休憩しようかな。ネットの世界では関係ないっつってもね、その人生折り返したなっていう感覚があって、その10代の頃ってさ、うん、石野の放送見に行くよ俺、あの飯食いに行かないって誘おうと思って、なんかさ無限に時間があると錯覚してたのにもかかわらず、そのないんだよね、有限性っていうかさ、人生終わるなっていうのをひしひしと感じるんだよ。花火みてえだなって、あと倍生きたら死ぬなみたいな。で毎日楽しいんだけど、何が残せるかなみたいな、何をやって何が残せるんだろうと思って、で残せるものっつったら YouTube にアーカイブ残すぐらいなんですよ僕は。そのだからね、もうね、やることやんないとと思って、何ができるのか楽しみだよね。おー、わっしょいわっしょい、ありがとう。仕事するかっつって仕事しようか。ありがとう。なんかお祭りエフェクト出ないんだね、期間過ぎちゃうと。ありがとう、お祭り。サボちゃんありがとう。サボちゃんあれだよね、なんか昔のアイテムストック結構してるよね、サボちゃんは。まあ次枠どうしようかな。まあちょっと一回休憩して、まあ次枠開くか。あと FX やるか株やるかとかいろいろ考えてんだよな。やりたいことやろう。あ、よかったじゃん、醤油さん。多分ね、俺の放送ロムってたんだよ。あい、そそ花火ありがとう。そそいつもありがとう。ごめんね、薄っぺらい企画で。頑張ります。多分ね、俺の放送ロムって聞いてたんだよ。それで解除してくれたんじゃない？あ、悪いことしたな、みたいな。あ、ありがとう。買ってきてくれた。ありがとう。頭が起きない。うん。もうあと7分で終わるからちょっと待っててよ。KP。ありがとう。アイテム。一日どれくらい？平均すると、休み入れ、やってる日は、おい、なすびさん花火ありがとう。うん、あ、いってらっしゃい。気をつけて。俺も薄っぺらだからって。なんだろう。1日で10時間以上やります。僕は。平均すると。ただ、月に先月は4回休み入れたんですよ。不定期で。休みっつっても、なんつうの、2時間しかやらなかった日とか、あとその、睡眠不足っつうか、ね、その1日、丸1日寝ちゃうみたいなのを4回やって。だから平均すると8時間。だ普通に仕事だよ。はい、KP、ラムネありがとう。普通に仕事。毎日、あ、でも休みがなくて8時間って感じ。毎日8時間やってる感じ。平均すると。で、もうちょい増やそうかなと思ってて、俺は、今。今月は、その、まあ、金の話になって申し訳ないんだけど、本当に100万は1回取りたくて、俺の中で放送100万取ったっていう自信をつけたいのよ。だ今月はもうできる限り長くやって、もう放送をやりきって、もう出し切ろうと思ってて。で、それでできるのかできないのかっていうのを試そうと思ってる。はい、金魚ありがとう。だから、その、いいよな、好きで勝ってやって、金もらって小好きだよな、って言われるよ。それでも。いいよ、小好きで、別にって。で、それで風呂とか飯とか、移動時間とか全部別の時間だから。うん、まあ好きでやってるから全然苦じゃないけどね。本当にいい仕事だよ。配信、最高、うん。配信者になってよかったって。諦めなくてよかったって。本当に思うね。うん、配信。人には勧めないけどね。配信者になりたいっていう人がいたらやめとけって言うよ。
そんな俺運が良かっただけだし、そのリスナーさんに恵まれただけだから、自分の力だと思ってないの本当に。うん、だから配信者になりたいっていう人がいたらね、飯食いたいって言ったらもう絶対やめとけっていう、真面目に働いた方がいいよって、失うものもでかいよって、耐えられないよって、人には勧めません。ただ自分でその配信っていう仕事を選んで本当に良かったと思ってる、本当に良かった。転職ですね。社会的信用がねえとか、いい年こいてこんなのいつまで続くのって、まあ、いろんな厳しい意見があるけれども、まあね、みんなはみんなでそのね、お給料をいただいてる人でも苦しいし頑張ってるし、才能があるからそういう仕事につけるわけでさ、俺は学歴もねえしさ、前科もんだしさ、座ってるだけでもだからね、猫背になるしね、その体がなまってくし変な太り方するから、だからスケボー始めたのよ。これ運動しないと死ぬぞと思って。みんなだから不摂生でしょ、運動は絶対日課で入れないとと思ってんだよね。それでね、運動を取り入れたり、だから音楽の授業があるでしょ、ギターで、で英語の授業があるんだよ、で体育の授業があるのなんかね、学校みたいになってきたよだんだん給食の時間も作ろうかな、うん、給食の授業も作って、うん、おいメリンコおはよう、ちょっと一旦休憩するからこの枠で終わっちゃいます、あと2分で。おはようメリンコ、石野の放送みんな見に行ってあげて、あの俺の放送終わったらみんな石野よろしく。初見さん、ぜひフォローしてってください。もうすぐ終わっちゃいますけど、あのよろしくお願いします。僕は石野の枠見ながら作業をやります、休憩します。一回またね、お昼ぐらいには多分放送つけると思うんで、あのもしよかったらツイッターフォローしたりとかして、あのウォッチしてください。あとね、あの先ほども言ったんですけど、あの過去の動画っていう URL が表示されてると思うんですけど、 YouTube のチャンネル登録よろしくお願いします。あ、ニートなんだ、グのこっちって。給食枠いいでしょ。初見さんよろしくお願いします。うん、とんでもない放送でしょ。俺石野大ファンなんだよね、うん、皆さん石野よろしく、ぜひフォローよろしくお願いします、うん、じゃあそろそろ終わりにしますか。よいしょ、はい、では朝の部4時間感想です。ありがとうございました。はい、お疲れ様。石野くんについていけない、それがね、じわじわ楽しめるようになってくるから、じわじわだんだん楽しめるようになってきます。今日の放送は、4時間1枠で、3987名の閲覧でした。ありがとうございました。YouTube のチャンネル登録、ふわっちのフォロー、アイテムありがとう、アイテムありがとう。それからね、Twitter、Facebook、LINE などをやってます。ファンレターとかは全部あの LINE で受け取ってますので、もし LINE をやってるリスナーさんがいましたら、ぜひ LINE 登録よろしくお願いします。バーガー3個ありがとう、お疲れ様です。風船7個ありがとう、バイバイ、うん、でこの後は僕は石野くんの枠見ながら作業枠しますんで、お疲れ。金魚ありがとう、トコ風船ありがとう、後でねまた再会しましょう。お疲れ様でした。それでは皆さんありがとうございました。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。